はい、えー、皆さんこんにちは、えー、それでは、えー、いよいよですね2021年のですね合格目標の司法書士合格講座、えー、今日は全体構造編の第一回目をですね、えー、スタートしていきたいと思います、えー、いろいろあの世間があちょっといろいろですねコロナ騒動であの騒がしい中今日生で 無観客かなと思って、私は今日あの覚悟してきたんですけれども、それでもあの皆さん、えー、いろいろなあ書を繰り合わせて、えー、来ていただきまして、どうもありがとうございます。あの通学クラスで申し込まれている方もですね、あの通信等への振り返とはあの便宜レックとしても対応しておりますので、いろいろ今後はあのそういったことも検討されながら周囲の状況を見ながらですね、えー、ぜひ勉強をしていっていただきたいなと思っているところです。で、我々あのレックのスタッフと講師も毎日謙遜の義務を課されて。 ですね。あの毎日あの健康管理には留意しておりますので、えそちらの方も我々も自己管理をですね徹底していこうと思っているところです。まあ、こんな大変な中ですけれども、ただあの皆さんの将来のね夢の実現のために今日いよいよスタートしましたので、今日はちょっと少しそういった世間のあの暗いニュースのことは少し忘れながらお話ができればなと思っているところです。今日はあの第1回目ということで、いろいろあの前半を中心にですね試験の傾向と対策並び に、皆さんこれから来年の7月の本試験までどういったですね毎日を生活を送っていくことになるのかというそういった青写真の方を描かせていただこうと思っておりますので少し前半のところは実際の本,の,辺の,、えー、本あの本体の内容には入りませんのでそこはどうぞご了承いただければとと思いいいますすオリエンンテーション的なこををですねお話をしていきたいと思います。 さてあの今日持ってきていただいているものをちょっと確認させていただきたいんですがすでにお申し込み済みの方は「ブレイクスルー」の全体構造編のテキスト0番と書かれているものをこちらをお持ちいただいているかと思います。 レックではですね、この後ろの背表紙ないしは表表紙のところにある。バーコードの下に書かれている番号で、え、それぞれですね、あの間違いないかどうかを確認していただいております。えー、お申込み済みの方は、S. U.、え、二一ゼロゼロゼロ。という番号になっているかどうかを、どうぞご確認ください。S. S. というのは、司法書士の頭文字で、S. で。二十一年向け、ということで、二一ゼロゼロゼロとなっているということになりますので、どうぞ。 こちらをご確認ください毎年内容をあの改めておりますのでもし番号が違いましたらお近くのスタッフ等にですねお声をかけていただくか。 を取り替えさせていただきますのでどうぞですねあのご確認をお願いします。そしてあの申し込み済みの方あ、えー、運のクラスう全体構造講義ノートというものもお手元に届いているかと思います。こちらの方は表表紙の方にバーコード番号ついておりまして、えー、SU20060 です。これはあの20コード間違いではありません。21にはなっておりませんが20060になっているかどうかをどうぞご確認ください。でこちらです、ね。 あの全2 0 4ページとなっているのですがそのうちですね22ページが白紙ページになっちゃっているんですね、これ別に楽勝ではございませんので21ページちょっとなんか私が多分開業のミスをしたんだと思います開ページのミスを私が多分したんだと思うので1ページ、22ページが白紙ページになってしまっておりますのでちょっとそちらは楽勝ではないということをご確認いただければと思います。24ページのののの内容ここちらを毎回この前3回の全体構造の 方でお持ちいいいたただきたいと思います、えー、そうしてですね、あと、今日すべての受験生の方に、ですねこの2021年司法書士合格講座、こちらのタイトル表紙がございまして、2ページ目から全5ページの内容の、まあ、な何ていうでしょう、 簡易レジュメのようなものをお渡ししているかと思います。で、こちらについてはあのレックではあの事前版書というふうに呼ばせていただいております。えー、事前版書というのは。 これはあの私が講師始めた頃っていうのはすべてのレックの教室に黒板があったんですねでそれこそ本当にあの高校受験予備校ですとか大学受験予備校同様に私も黒板でチョークで持って板、えー、書書きをしながら皆さんに教えていたそれこそも当時なんていうのはもう、えー、袖口はチョークでね色まみれになってもうスーツの袖口がすぐ色変わっちゃうなんていうそういったような形で、えー、黒板書きをして講義をやっていたんですが、えー、そうしますとです、ね、どうしてもあの人件費かかるんですよ。あのスタッフがです、ね 黒板をこうカメラで追っかけなきゃいけないそうするとすべての講師の生講義に、えー、スタッフが一人カメラ担当としてついて黒板をですねこうすごい長い黒板でしたので、えー、追っかけなきゃいけないということで,です、ね、ちょっとそれがあのちょっと経費削減の波で,で、ねえー、もったいないだろうということでじゃあ,あの書、黒板に書く内容をあらかじめ、えー、私たちの方でこうでレジュメとしてです、ね、皆さんに事前にお渡ししようとそういった制度をレックではこうスタートさせたんです。でその この名残からこれ事前版書と呼んでいますですから本来だったら黒板に書いても良さそうなものをこちらをあらかじめ皆さんに事前にお渡しするとで毎回発生するとは限りません、えー、全体構造の中でも今回ぐらいだと思いますでえ今後本論編の方に入ら入りましてもまあ発生するのは 多分5回に1回か10回に1回かという確率だと思うんですけれども、えー、事前版書が発生する場合にはこちらですねあらかじめ通学クラスの場合には皆さんにプリントアウトして事前にお渡しをいたしますただ大変申し訳ないんですが通信ウェブ内社 DVD で聞いてくださっている方は、えー、ご自分のマイページ上からプリントアウトをですねしていただくという形になりますのでそちらはあらかじめご了承ください通学クラスの受講料の方が若干高めに設定されていると いうこととの関係でそういったあのルールになっておりますのであらかじめそこはご了承いただければなと思いますえ今日ちょっとこの後この事前場所の内容でいわゆるあの1年間のスケジュールをですね後で、えー、通学新宿エルタワ本校の通学の方のスケジュールと通信ウェブないしは DVD で聞いてくださっている方のスケジュールとお話をしていきますのでちょっとこちらはお手元にそのままご用意ください さあそして今日はあの無料体験されていらっしゃる方もいらっしゃいます。無料体験されていらっしゃる方には、えー、全体構造無料体験冊子というものをお渡ししています。これはあの今日使っていきます、えー、ブレイクスルーの該当ページとそれから先ほどお見せしました講義ノートの該当ページというものがあのガッチャンコで合冊になっております。えー、ですので冒頭がブレイクスルーの 該当ページの方ですね途中から、あの、体裁が変わりまして、ちょうどそうですね。 え25ページ以降の内容としましてはえこちらの講義ノートの内容が後ろの方に閉じ込まれておりますこの無料体験の方はこの無料体験冊子とと,とですね、この事前版書をお手元にご用意いただいてお聞きいただければというふうに考えているところです思っているところです、えー、よろしいでしょうかお手元にご準備されていらっしゃるものをご確認くださいそして今日はあの別に六方等を持ってくる六方は持ってくる必要はありませんので六方についてはこの とご紹介をさせていただこうと思います。さあ、あそしてあのスケジュールについてはあのまた後でお話をいたしますけれども、この全体構造全3回ね、こちらを踏まえて、そしてあのすでに 去年の2019年の秋からスタートされていた15か月5か国の秋,生秋にスタートするので秋生とレックでは呼んでいるんですがその方たちと次の憲法のスタートからは合流していきます。 まあ、こういったあの世間の風潮の中どれだけの方が、まあ、実際通学で来られるかわかりませんけれども、えー、もしフルマックスで来られると60人以上の人数の方がです、ね、集まってくるので、まあ、でもこのご時世ですからちょっとですねあのやはり外出を控える等々の措置でそんなには人数いらっしゃらないと思いますけれどもこの全体構造3回はこの皆さん方春,春からスタートする方たちのみのクラスとなっていきますがこのあと。お 憲法以降からはですねちょっと一足先にスタートされた規制の方たちと合流をして、えー、あの一緒に受講していくことになりますのでちょっとそういったこともご承知をおきいただければなというふうに思っております。さてそれではじゃあの全体構造第1回目ということでいろいろ皆さんにこうお話やお伝えしたいことがありますのでそれをお話ししていきたいと思います。ままずずははですね、ま、ずはあの えー、講義ノート、えー、全体構造の講義ノート無料体験で聞いてくださっている方は先ほど言いました無料体験冊子の後ろの方の25ページの次のページにまたさらに1ページというページが出てきております、えー、そちらのお、えー、ページをどうぞご覧になってみていただきたいんですがまずあのこの全体構造をですね聞いていただくにあたりまして。えー 参考図書およびインターネットで、えー、まあ皆さんにこう有意義なあサイトとご紹介させていただこうと思います。参考図書といたしましては必ず購入しろと言ってるわけじゃないんですよ。あただ持っていると何かと便利ですよというものをご紹介させていただきます。まずはですね法律学小辞典、えー、これ由比閣さんから出ているうまあいわゆるあの国語辞典など。 漢字辞典などと同じようなる法律用語の辞典なんですね。で、法律用語についてはもう最近便利になりまして、インターネットなどでもすぐに検索できるようになりましたけれども、私も時々インターネットで検索しますが、まあ間違いが多い。まあよくぞそんなあの好き勝手な定義で載せているなっていうものも正直少なくないんです。特にあの民法ですとか憲法刑法という学ぶ人が多い科目に関しては少ないのですが、特に我々の試験科目において重要な。 登記法の分野においては、かなりの確率であのネットで検索すると誤りであるということが多いんです、えー、そうなりますと、やはりしっかりとしたですね。あの、裏付けのあるまあ用語の定義というものをまあ確認していただきたいな、という願いから、まあ、これであれば安心ということをご紹介させていただきます。もちろんテキストにはあの法律用語の解説はしっかり載っておりますが、レックのこのブレイクスルー、えー、不動産、東京だけでも3冊に分かれていきますから、果たしてえ。 2冊目3冊目どの。お テキストにその調べたい法律用語が載っているのかっていうのを特定することがそもそも難しいということもあります。そうすると最大で三回作品を引かなきゃいけなくなってしまう。それもまたどうかと思いますので、まあパッとこう調べたいときにネットで検索というよりかはこちらの方がおすすめかなと。で、すべての司法書士事務所の多分本棚を見させていただければまずあるんですよ。だったらばまあ皆さんこれから司法書士になろうとされているということを考えますと、その購入が多少前倒しになっても。 無駄になることはありませんので一冊持っていて損になる本ではありませんよということは申し上げておきます。ただ購入されたとしても毎回持ってくる必要は全くありませんのでそちらはあのご安心ください。さあそしてあのおすすめ図書その2ということなんですが。 こちらですね元法制局キャリア官僚の方が書かれました法律を読む技術学ぶ技術の本こちらをですね少しご紹介させていただこうと思います。ちょっと今も第3版が出ているかと思うので私が持っているちょっと第2版、古いんですけれども法律を読む技術学ぶ技術これ法制局キャリア官僚というのは法律の改正法案を作る部署なんですね。 ですから、いわゆる法律の条文を作る。もうプロ中のプロの方が書かれた本ということになるわけなんです。で、いわゆる法律用語のルールです。とか、また法律そのもののご紹介です。とか非常にあのまあ。 え難しい言葉をあえて避けて平易な文章で書かれておりますので、下手なあの入門本読むよりかはおすすめかなと思っております。で、えー、こちらの本必ず読めたら申し訳ませんよ。必ず読めとは申し上ませんが、もしあの何か、えー、手持ち不足で少しい例えばですね、こう家にいて何もやることがないだからといって、まあ自分で予習するというのもどうかなというような時に少し手に取っていただくというのはおすすめかなと思っております。 で今、見本は持ってきていないんですが次の丸さん、PREP 法学を学ぶ前にこれ堂上先生の本でこの丸二のいわゆる法律を読む技術学ぶ技術の 抜粋バージョンのようなな、ねえー、形になっていきますであのエッセンスだけを凝縮したようなもので、えー、むしろもっとこう短時間で読めるような内容になっているんですが、まあ、丸2と丸3をダブル使いすることはお勧めしません。えー、丸2がちょっと本屋さんでお手に取っていただいてうわちょっとこれ重い,重いなってもうちょっとこうコンパクトにならないかなと思ったような方に3はお勧めかなと。 ただ、○203 は合格のためのいわゆる必須の本ではありませんので別にこれを読まなかったからといって、ね、合否に影響することはありませんのでご安心くださいそしてあのさらに丸4のところなんですが小説で読む民事訴訟法。これはあの 全体構造中並びに憲法の講義少し通学で進めてくださっているような方は少しペースがゆっくりだと感じられる方がいらっしゃいますもちろん通信の方もそうですけれども、まあ、あの最初からフルスロットルで,ですねやるのもどうかということでレックでは開校直後の講義については週1ペースというような形でスローペースで進んでいくんですねそうしますとあの皆さん方の中ですでに学習経験がある方例えば行政書士の受験生、えー、合格者であったり、まあ その他科目についてその他法律について勉強されていた方がいらっしゃると、うん、ちょっとスローペースだなというふうに感じられる方がいらっしゃるんですそういったような場合には下手にご自分で予習するよりもこのお、まあ「丸2だとか「丸4だとかの本を読んでいただくのがおすすめですよという形のご紹介ですのでやはりこれも必ず読んでほしいというようなお願いではございません。 えー、そして丸 ⑤1 時間で学ぶ司法書士の4科目これも同じですレク、えーまあの司法書士の各講師がそれぞれの主要科目4科目これは民法不動産登記法会社法商業統計法の4科目を指すんですがそれぞれですね、えー、ざっとこうご紹介するような、えー、内容の本を書いているんですねでそちらのまあ本を読んでいただくというのもいいんですけれども まあ今あのあれですねコロナ騒動でこれ電子書籍でただでレックのホームページから読むことができるようになってますのでまあ別に買う必要は全くありませんただで読めますのでまずあざっとこう読んでいただくでうちの娘が読んで本当に1時間で読み終わったというようなことを言っておりましたのでまあ内容的には相当軽いものだということでご紹介させていただきますそしてマ六なんですがスマホで暗記司法書士ちょっと見本後でお持ちしますけども今ちょっと持ってくるのを忘れましたがスマホで暗記司法書士につきましてはちょっと後半のところで。 ご紹介をさせていただきます。で、ここに書いていない本をあと2冊ほどご紹介したいのですが、えー、それがですね、角川から出している私のあの司法書士1冊目の教科書という本なんですけど、ゼロからスタート司法書士1冊目の教科書、角川さんから出したものです。で、こちらについてはあの司法書士の勉強を始めようかどうしようか迷ってる方にですね、まあ、主要4科目についてざっとこう。 勉強の内容等をご紹介するなえー、書籍ということになっております。私は著作権者ですから別に何か見せてもいいのであのお見せしますと割とあのカラーで、えー、イラスト等が多用されておりましてまあ民法等については目新しさはそんなにないかもしれないんですがあまりね、えー、皆さんお目にしたことが目にしたことがないような不動産登記法ですとかそれから、えー、商業登記法などについてもですねこうお話をしております民法不動産登記法会社法商業登記 このに、法についてこう説明をする内容となっておりますので、えー、非常にあの、まあ、1冊目の、まあ、まさに教科書としては、えー、ご好評いただいておりますまで、あ、門川さんの担当者が、先生、意外にも売れましたとか言って <laughs> いうようなことを、あのこの間、メールしてきていや、意外にもっていう言葉はいらないだろうと思ったんですけど、まあ、意外にも、あの、 りりまで行ったのかな三ずり第 3, 3, あの3回目の印刷にかかって今2万部ぐらい売れているというような状態なんですね。ですのであの、まあ、皆さんにこう手に取っていただいて「司法書士のまさに1冊目の教科書としては、まあ、自信を持ってご紹介できますので例えばその先ほど言った通り民 全体構造、憲法のあたりで少し中だるみ感を感じたときに、えー、音にとって読んでいただく分にはあのおすすめかなと思っております。そしてですね、同じくまあこれはあの法律の勉強面についてのご紹介があ、のご紹介とか勉強面についての本なんですけれども、司法書士そのものについてのですね、皆さんの知識をより深めていただく本としては、えー、こちらの本ご紹介させていただきます。司法書士のお仕事と正体がよくわかる本。えー、これ。 著者の方は私の教え子の大越先生。えー私の教え 一発合格の司法書士の先生です。今あの企業法務の専門の司法書士として非常に東京界でもって有名な司法書士になっております。まああの当時大学生で勉強をされてですね。えー、私が何何年前だったかな。娘が生まれた直後なんで18年前とかで18年前かなんかのあの称号ではあるんですけども、当時大学生で勉強を始められてで一発合格してでその後弁護士事務所の中で司法書士 司法書士とししてて登録をしてで弁護士事務所、まあ、それが M&A を手掛ける、えー、結構有名な弁護士事務所だったもんですからその中で、まあ、司法書士としてですね同じく M&A を手掛けるようになりまして今はもう企業の方からわざわざ指名が入るようなですね有名な企業法務専門の司法書士になっておりますで彼が書いた、えー、本当のところどうなのこれ結構ぶっちゃけトーク炸裂でその司法書士は合コンでモてるのかとか司法書士は住宅ローンはどれぐらい借りられるのかとかそれからあとはですね 司法書士のワーク・ライフ・バランスですとかそれからあの彼のように企業ホームを中心にやっている司法書士の仕事のです、ね、営業の仕方ですとかそういったことをです、ね、かなり赤裸々に書いてくれておりますであの非常に彼はホームページなんかも充実しておりましてそのホームページでもって自分が手がけた、ね、M&A 案件の詳細をこうアップしているんですそれを見た企業のホーム担当者がわざわざ彼を名指しで指名してくるというような、ね、そういう仕事の仕方をしているて、ね。 ちょっと普通とは違う営業の仕方をしている司法書士だと思うんですね。で、あのレックでも、以前あの何度か講演をしていただきまして。で、非常にあのいい話をね、聞かせてくれるんですが。まあ、私の教え子なのに、彼はもう歯に物、歯に絹、着せず物言いなんで。毎回レックで講演してもらうたびに、ね。えー、僕は先生と違って、ワークライフバランスを、そう、充実してるんで。もっともっと仕事をしようと思う、いくらでも仕事があるんですよ。だけど、あえて家族のために仕事を抑えて。 ですとかに文先生とか違うんですか、ね、でも毎回それ言わなくていいから余計なことを、ね、あのあの受講生に言わなくていいからなんていうのことを説教してるんですが、まあ、それでもあ非常に話もうまいですしまた今度、ね、レックに来て講演してもらいたいなと思っている司法書士の一人です。ですのでちょっともし興味があればですね常に Amazon なんかでもかなりあれですよ、えー、上位のランキングにいつも入っておりますので、まあ、ご紹介をさせていただきたいなと思っております。 さあそれではそういった参考図書おすすめ図書については絶対全部読んでほしいというわけではありませんがご紹介させてていただきますそしてノートの1ページのところに戻っていただきまして同じくお気に入りに登録しておいていただくといいのかなと。 もうインターネットサイトをいくつかご紹介させていただきます。で、あのインターネットサイトまず総務省が運営しております。えー、e ガブ法令検索こちらの現行法令の条文をテキストデータで、えー、提供するサイトになります。で改正直後おからアップされますのであの現、うん 段階でのの最新情報の条文をも、まあ、もちろんコピペもできますですから例えば直前期などにね自分が苦手な条文等をまあ何か整理して例えばこう暗記の題材としてちょっとペーパーを作りたいというような時にコピペなどで対応できますのでこれはおすすめということになっていきます。で その他、民事局のホームページ、これはあの我々の司法書士試験の試験情報等についてアップされるサイトですので、まあお気に入りとまでは言いませんけれども、ちょっと気にしておいてはいただきたいなと思います。そして、えー、丸さんが日本司法書士会連合会のホームページです。司法書士会連合会のホームページは我々のあのいわゆる自治組織である日本司法書士会連合会、こちらからですね、登録した司法書士が毎月あの購読というか。 無理やり送られてくる雑誌があるんですよ。 月報司法書士って言うんですけど、この月報司法書士のあの内容の一部を読むことができるんですねで。月報司法書士の中には現役の司法書士が持ち回りで、最近こんな事件担当しました。こんなあの登記申請やってみました。こんな怖い目に遭いましたね。こんな面白いことをやりましたっていうような、そうなんってるでしょう。コラムが非常に充実していますので、そういったあの部分を閲覧することができるのはあのおすすめかなと思っております。ですので、日本司法書司会連合会のホームページはあーぜひですね、ちょっと。 目にしてみてくださいそして丸 ④ についてはちょっと後でまたご紹介しますので今ここではご紹介は控えておきますでは2ページのところをご覧になっていただいて2ページこの15ヶ月合格コース受講にあたっていくつかあのお知らせしておきたいことがございますまずこの全3回の全体構造、えー、ウォーミングアップという位置づけですで、実際の開講はまあ民法開講の方と憲法開講の方がいらっしゃるって であの今、3月29日、えー、今日新宿エルダーにいらっしゃる方に関しては憲法開講ということになりますで民法の開講のタイミングから入ってくる方もいらっしゃるので、まあ、そこでちょっと民法と書いてあるんですが、まあ、憲法ないしは民法が実際のスタートだと思ってくださいですから全体構造に関しては少なくとも肩肘張らずにです、ねまあ、とりあえず参加することに意義があるというような形で何か社会力に覚えるというようなことは特にございません。 さあそして先ほど言いました事前マンションの取り扱い、えー、新宿エルター本校生クラスのお通学の受講生の方は印刷したものを各自一部、えー、お渡しいたします毎回発生するとは限りませんので、えー、発生する場合はの話ですで通信、ウェブそして DVD の受講生の方は各自でウェブ上で閲覧ないしはプリントアウトしていただくことになりますのでどうぞそこはご了承ください。 そしてあのプリンターがないのでプリンターとしてくれというご要望には、ね、レックとしてちょっとお答えできないようなんですあの私個人としての意向ではなくですねちょっと会社としての意向でちょっと各自、皆さんにプリントアウトしていただくという形になりますのでどうぞご了承いただければと思います。 さあ、そして全体構造編の復習方法としましては、えー、講義自体はテキスト、ブレイクスルーテキスト、並びに講義ノートを使って講義していきます。うん、そしてあのうん、のクラスのと特徴でもあったのセルフレクチャーにつきましては、この全体構造三回分についてはあの特に発生いたしません、えー。ですので復習といたしましては、えー、まあ今日やった内容をざっとこうなぞっていただいて、まさにあの講義の内容、あここでこんな話あったな、あその次のページにこんな話 話があったなそしてこのページに飛んでこういう説明があったなというようなことを再度こうなぞっていただくようなそういったような形でこう こうしなければいけない、ここまで覚えなければいけないというね、えー、ルールではなく、とにかくやったことを振り返るという復習で結構です。ですから三時間の講義三時間、ね、復習かかるわけありませんから、だいたい三時間の講義をこう振り返ってもかかっても一時間だと思います。ですから何かねご自分のオリジナルなんですかレジュメを作っていったりだとか、オリジナルのサブノートを作ったりだとかそういったことは一切しないでください。もしそういった時間があるのであれば、えー、下に書いてある通り全体構造の復習を頑張るより推薦図書の方 おすすめ図書を読破するかまたはもし先取り受講が可能な方はそちらを優先していただければと思います。さあ、そして全体講座編の「ブレイクスルーテキスト」こちらの全何ページあるかと申しますと全174ページございます。 ですが174ページのページをまさかこの3回で全部使うわけがありません使うのは全体の3分の1ほどだと思ってくださいとなりますと読まなあの使わなかった部分の取り扱いなんですがこれはあの全く法学知識がゼロの方でも読めるような形で平易な文章にしておりますので、まあ、あの使わなかった部分を自分で読んでみるということは大いにお勧めさせていただきますただし使わなかった部分を読まなければいけないということではありません。か,かつて 一発で受かった方たちを見ていると全体構造の3回使わなかったテキストを読んでいた受験生の方が少ないと思いますよだからこれ読まなければ受からないという関係はありませんので、まあ、読んでもいいんじゃないというぐらいですから積極的にはおすすめをするかというと、うん、だったらおすすめ図書て読んだほうがいいかなというふうな気がいたします。そそししてて全体構造編のの間にに皆さんん各自購入していいたただきたいもががあります。それが6なんですれなでね。 で六法につきましてはちょっとブレークスルーテキストの,スストの、えー、何ページでしょうか無料体験の方も25ページまでは無料体験冊子のところに載っているかと思います。25ページのところに六法全書と書かれていまして、えー、六法を選ぶにあたってのおすすめというものが書かれているわけなんですが。が こちらまず図表としましてですね。丸1判例六法から丸7。詳細登記六法までえ7種類の六法がご紹介されております。で、こちらの正直言いまして、この7種類の中であればどれであっても構わないと思います。で、えー 私はその判例付きのものも判例付きというのは判例というのは過去の最高裁判所を中心とした裁判所の判決の結果を,述べ結果を、ま、あの載せたものこれを判例付き六法最高裁を中心とした過去の裁判判決の結果を載せたものを判例付き六法というんですがその判例が付いていれば必然的にページ数は増えます。 ページ数が増えれば重くなります重くなるし当然値段も高くなります ですが実は、ね、この判例のセレクトというのは司法試験受験生に必要な判例かどうかというセレクトでもって、えー、掲載を決めているんです決して我々、司法書士受験生のために必要な判例セレクトではないんですねであるならば判例のセレクト自体が我々と必ずしもマッチしているとは言えないでおまけに6法で持って判例を勉強するのはナンセンセスです法の中で判例を勉強するなんていうのはこれは実は実間違いで必要な判例はテキストに載ってますからであればです、ね、判例の分だけ重くなり 高くくななるんだっったら私は判例はててもいいと思ってますですので特に大学の法学部の時代から判例付きに親しんでいらっしゃった方であればともかくとして私はむしろ判例がないからこそ薄くて軽くて安いものの方がいいそうなると、まあ、ポケット六法ないしは陶器小六法、まあ、もしくはあの えー、そうですね、まあ、それしか載ってないか、でポケット六本と登記初六本というような形のセレクトになるかと思うのですが、まあ、あの全くです、ね、判例があることによって特にメリットというものはございませんので、そちらについてはもし悩んだのであれば、ポケット六本なのかなとは思っております。 でえー、もう一つの選択としましてはです、ね、司法書士の受験生のためだけに作られた司法書士受験生専用の六法というものがあるんですで、まあ、一応,一応、ね、同僚なんで進めておきますが森山さんに恩を売っておかなきゃいけないんで、えーまあ、あの私と同じ司法書士のレッの講師である森山さんがあの編集に携わった司法書士合格六法というのが参政、ね、堂さんから出ております。でこれ判判例ついてません、ね判 判例がついてはいるけどそんなにセレクトが多めにセレクトしてないあ、まあ、民法とか条文の中には判例ついてませんからあの、まあ、一定の受験生の方がやっぱりお使いです。で絶対これじゃなきゃダメというような言い方をするつもりはありませんし正直あの司法書士の試験で必要な科目を、まあ、あの十分ピックアップしてると思うんですがあのなんて言うんでしょうやっぱり。 ちょっとー引きたい条文がなかったりということはまああるんですよ、まあ、司法書士の試験に必要ではないけれどもちょっとあ見てみたいなと思った法律が載ってなかったりということは、まあ、あるはあるので、えー、どうなんですかね、好みかなと、えー、必ずこれを使えという言い方はいたしませんが、まあ、でもあの使ってみて非常にあの使いやすいなというふうに思うことも多々あります。でえー でで、すので皆さん方がこう選ぶ際のね、1つの選択肢には加えていただいてよろしいんじゃないかとあとはね、結構、紙質だとか本当の大きさだとか、えー、そういったものも割と大事だったりしますから本屋さんで少しこれを参考にですね、あの中身を見て実際に紙質、重さそれからサイズ感などを確認していただいて買っていただきたいなとで、えー、できれば2回目、えー、2回目、次回のところまでの間にご用意いただいて次回お持ちいただくことをお勧めしたいと思います。まあ 回は最悪持ってなくても何とかなるように配慮いたしますけれども少なくとも3回目までのところでは各自お持ちいただくということをお願いしたいところです。 ではあのノートの2ページにもう一度戻っていただきまして、えー、続いて6番、えー、憲法以降にご用意購入していただくものとしては、えー、これ合格ゾーンレックでは過去問題集を合格ゾーンという名前でもって販売しておりますでただし、この合格ゾーンに関しましては必ず毎回各科目の1回目の講義を聞いてから買ってください。 まあいきなり全冊揃えてしまおうとする方がいらっしゃるんですが、まあ、いろいろポイント、ね、レックの日とか言って9がつく日はポイント2倍とか言っていう,ようなキャンペーンをやってたりするとどうしてもこうあの費用を、ね、ある程度かけてポイントを貯めたいという方がいらっしゃるのでどうせ使うんだったら全部買いたいんですけどっていう,そういうご要望があるのは存じておりますができればあの各科目の1回目の講義を聞いてから買うかはないの判断をしてほしいんです。特にあの7月のの本試験ををままたぎまして、えー、令和3年版というのを うん？令和2年版か令和2年版2021年版、えー、というものが8月9月以降に順次新たに発売されていくんですそうしますと今年の本試験を収録した新しい合格ゾーンが今年の8月9月以降順次発売されていくとところがこの4月5月のタイミングで全冊揃えてしまうと令和2年までの 例和1年までの出題の問題しか収録されていない同じお値段で1年分の問題が抜け落ちちゃうことになるんですで、まあ、それについては別に少なくとも昨年出たものが翌年にまた出るってことはあまりないというふうな割り切り方もできるとはいえ、まあね、問題数多くてお値段同じだったら多い方がいいですよねということもありますから、まあ、差し当たっては民法不動産投法の辺りではまだ今年の新しい合格ゾーンが出ていないとしてもですね会社 もう以降に関してはちょっと慎重に1回目以降の講義を聞いてから買う買わないの判断をしていただきたいとで毎年買っちゃった取り替えてくれっていうねご相談が寄せられますので「言ったよね」とか言っていうようなことをあの皆さんにそんなきつい言い方はしませんがお話をしておりますのでただね、まあ、レック優しいからそういったご相談には応じてくれる本校多いんでしょうけれどもただやはりあのお互いですねちょっと面、ま、倒、あ、くさいのは事実ですからぜひちょっと1回目の講義を聞いた上で買っていただきたいなと思っておます。 そして7番令和2年の司法書士本試験現在このコロナウイルスの件で試験の日付が延期になるんじゃないかみたいなデマがツイッター上でも流れてるんですが。 今のところそういった情報はありません。で、国家試験一年にやはり一回しかない国家試験に関しては、より慎重な判断をしていくと思いますので、正直5月の中旬に実施される司法試験予備試験が延期の噂が立ってないんです。ですので、そこに合わせてくるということを想定しますと、まあ延期ってことは今の段階ではないんじゃないかなと思ってます。で、毎年ゴールデンウィーク明けに願書の受付が開始いたします。 で4月の中旬からレックの窓口でも受験票を皆さんにお渡しできますで受験票はレックの窓口で受け取っていただくなどして5月のゴールデンウィーク明け以降にご自分で受験票を法務局に提出し受験の あの申し込みをしていただく。あの受験票レックに持って来てダメですよ。受験、えー、受験票をレックで皆さんに渡すことはできますが、受験申請は自分でやってくださいね。えー、レックに持ってきても受験票を提出したことにはなりませんので、それは各法務局にご自分で提出してほしいんですが、あのできればあの記念受験分かっていたとしてもあ受けてみていただくのがおすすめかなと思ってます。試験の雰囲気等をですね、見てくるだけでも、そしてその時までに進んでいる民法の出来具合を感触として確かめてくるために。 ためにもね、受けていただくというのは一つの選択としてありかなと受験の手数料8000円かかってしまいますけれども8000円かけただけでも受ける価値はあるかと思っておりますのでまあ、そこは皆さんにお任せしますけれども一応申し上げておきたいと思いますうーんとただしあれでしたっけこのクラスってちょっと待ってください日曜日でしたっけ受験が あ,あ、そっか、ダメですね。受けてくださいとか言って、この通学クラスで、あの生講義ありますね。七月の七月のお今年は五日なん、あ。 抜いてあります。そうです。私が私があのあの解凍測定をしなきゃいけない関係で、7月5日はあのこの生講義抜いてあるんだ。だから受けられますね。7月5日あ今年本試験なんですけれども、まああの講義がちょうど生講義が入ってませんから、えー、皆さんの方でまあご判断いただいて受ける受けない、えー、ご選択ください。さあそして8番質問についてなんですけれども、これ通学クラスの方はあの質問、えー、休憩中並びに講義終わり、えー、もちろんお受けいたします。ただあの講義の前の時間帯ちょっと私もあの。えー 講義準備等でバタバタしておりますので、講義の前の時間帯についてはお受けすることはちょっと難しいということは申し上げておきます。ただ講義の休憩時間あの終わった後終わった後はエンドレスで、ねえー、休憩、えー、じゃない,いやあの質問を受けますのでどうぞねあの質問をどんどんしていただいて、えー、構いません。ただ私あの全国に受験生教え子が今の現受講生が500人以上いるんですね。 500人600人ぐらい中上級生のところで今400人以上で初級生の方も200人ほどおりますのでそうなりますと全国から新幹線飛行機乗って質問に来られる方が特にこの土日中心に多くいらっしゃるんですで彼らはもう皆さん何ていうでしょう自分が受かることだけしか頭にないのでもうその現、ね、受験生の皆さん方が教室に残っていようがどうしよう 講義終わりと同時に扉を開けてちょっと突進してくるんですよ質問に。で,でそういったのもう、まあ、ある意味そこまでにならないと受からないという面はねあるのかもしれないんですけどちょっと待ったとね今の皆さん方を優先させていただきます。あの今ねえーの 今日ののの講講義の受講生の方を優先させていただきますから終わりと同時にもうバーンとか言っててあの後ろの扉が開いてバーンとこうあのなだれ込んでくる、えー、中上級の受験生に関してはもうそれこそ本当にもうあれですよ「もストップ!と」とか「ストップストップさせてちょっと,ちょっと、ま、待ちなさい、ねあの」っていうようなことを言って静止した上で皆さん方を優先しますのでそこのところあのもし。 何かですね。私がちょっと気づかないうちにこう入ってこられたような中上級の受験生等がいらっしゃったら、あの皆さんこう負けることなくですね、自分たちを優先してほしいというようなことをですね、あのもちろんその中上級のそういったちょっと突摸親の受講生の方に皆さんが言うのはちょっと難しいでしょうから、私に教えていただければ私の方からちゃんと言いますので、そこはですね、あの配慮させていただきます。そしてあとはあの通信で聞いてくださっている方も、もし新宿エルタウン本校にいらっしゃれる機会があれば、ね。 ですね、土曜日、日曜日、両方、私、両日来ておりますので、まああのえー、不定期に講義がない時もありますから、そこは各自ご確認いただきたいんですが、講義終わりの6時以降ぐらいのタイミングで来ていただければ、特にアポイントなくとも質問をお受けいたします、ただ、受験生、あの私の受講生に限らせていただきますので、そこはどうぞご了承ください。えー、そしてあとは9番、えー、担当講師でこちらの 15ヶ月合格コースフルパッケージになっておりまして全130回の本の編の講義にプラスしまして、えー、卓越到達度チェックテスト記述解放ベースアップ講座でごめんなさい、その後15分で聞く重要ポイント20ごめんなさいこれ、ねこれあの、この講座ちょっと誤植でしてこの講座今、今このパッケージについておりません。えー あの、十五分で聞く重要ポイント、お、まだ、えー、二十、これごめんなさい、あの、嘘です、嘘、あの。これね、実は、あの、二年前まであったんですよ、二年前まであったんですけど、これ、あの、セルフレクチャー、セルフレクチャーのー。問題集、復習冊子が、うちのクラスの受講生にしかつかない。他のクラスの受講生から、ふざけんなと、ずるいじゃないかと、いうの、あの、クレームが来まして。じゃ、わかった、じゃ、セルフレクチャーの。 抜粋を,抜粋をあのじゃあ、えー、15分で聞ける、えー、あのように、まあ、の抜粋。 にしましてそれを私が問題と回答を読み上げるっていうようなあの講座を、えー、オプションとしてつけてうちのクラス以外の受講生の方にですねちょっと差が同じ受講,受講料でうちのクラスだけだから配布物が多いっていうことになってましたのでそこに対するクレーム対策として一昨年つけた講座がちょっと残っちゃってたでごめんなさいで皆さん方はもともとあのセルフレクチャーがフルパッケージについてますのでこれはあの特にあの何かボリュームダウンしたわけではありませんのでこれはちょっとカットをしておいていただきたい なと思いますそして生鮮トレのファイナル編これはあの来年の4月5月のところで実施されてくる直前期の答案練習会になりますこの答案練習会全6回皆さんのパッケージにくっついていますのでその解説講義私ともう一人根本講師が担当していきますので一部ですから担当講師私以外の講師も入っていきますがどうぞですねそれぞれ講師変わることはどうぞご了承くださいさあそれではじゃあこの2ページの内容については以上とさせていただ いただきますちょっとブレークスルーの方を見ていきましょうかブレークスルの方を見ていただきまして、えー、それではあのこの司法書士試験で、ね、皆さんにこうあの受かる気しかしないというイメージを持っていただきたいんですよで司法書士っていうのは本当に病は気からじゃないですけどあの受かる気をまず持てた人からあ1つです、ねえーまあ、ミッションをクリアしていくと。であ そして次のミッションとしてはあこれはあの受からない試験,が試験ではない自分もなんとかなるぞという、ね、感覚を本当に持てるかどうかというのがすごく重要な試験なんです。でつまり受かる気を持った人がまずはスタートラインに立ってその後実際に勉強していく中でえ自分のもちろん限界等々を戦いつつですね、えー、あ、 できない試験じゃないね、通らない試験じゃないというふうに思えた人の中から毎年頭から抜けていくというね本当にあの受かる気がしないという方で受かるわけがないんですですからまずは入り口のところであ受からない試験じゃないんだあ、ね、これはあのやればできるんだという感覚をまず持っていただきたいということでちょっと、えー、司法書士の全貌というかね、試験自体の特徴をちょっとお話をしていきたいと思います まず7ページのところをご覧になっていただきたいんですがブレイクスルーテキストの7ページですよで試験の特性としてはもうとにかく一言で言うならば実務化登用試験ですから、えー、いわゆる速読することを前提に試験制度が設計されています、えー、試験に合格しましたすぐバッチつけて、えー、司法書士として活躍をしますということが前提の制度設計になっていますからとにかく実務で司法書士が、えー、知らなければいけないことをすべ、えー、て試験で出してくると。 とことの中には、うん、実は理由がつかないことというのも非常に多いんでは我々司法書士特にあの法務局の登機関とですね、えー、共に仕事をしていくという関係にありましてで、まあ、法務局の登機関と司法書士との関係というのはそれこそも何十年もの間、えー、こう積み上げられてきた、ねえー、歴史があるとで例えば登記申請の時にこの登記申請の時にはどういう添付書類をつければいいか、ね、この登記申請の時にはどういうふうな、えー、こう あのことをですね当機関に伝えていけばいいけばかって、ね、そういったところで使用書士と登記官とでもうそれこそお話し合いをしながらねこういう時はこうしようこういう時はこの添付資料をつけようこういう時はこう却下しますよこういう風にしてくれれば受理してあげますよ。 で場合によってはですねなんで却下するんだなんて言って司法書士の方が、えー、逆切れしたりまたは当機関の方からですねそれこそクレームが来たり、ね、物言いがついたりで反対に我々としては「いやそれは出せない」そういったものは依頼人の手前へ要求できない何、ね、とか折れてくれっていうのをお願いをしたり、ね、でそういったような歴史の積み上げそういった過去の登記官と司法書士との登記申請におけるやり取りの履歴が 後から不動産登記法、商業登記法という法律として制定されたという経緯があるんです。ですからその民法のようにですね、まず立派なこう法体系があってね、えー、脈々と続く欧米法、大陸法のその法体系を民法という形で日本も踏襲したというような大層なですね、こう歴史がない科目なんです。でなんでそうなるんですか？ えいうような質問を受講生からいただいてですよいやそれはね昔からそういうふうに我々が党機関と、えー、取り決めてきたからなんだよ ね、なんでこの添付書類こっちではいらないんですかあっちではいるのにいやそれね私たちもわからないんだよでも昔からそうやってきたんだよねっていうような、ね、非常にそのなんでなんですかって質問されても理由がつかないという部分というのが特に登記法の分野で非常に多いんですでそういったあの特性というものはやはりあの、えー、ぜひ皆さんもですねあ,のある意味もう達観してほしいもうある意味だから諦めの境地ですよ。で民法法法法ですととか会社法憲法刑法というようよな、ね 科目に関しては理詰めでご説明できるんですけど特に登記法不動産登記法商業登記法という科目になると非常にその理由がつかないというところがやっぱ多々出てくるとでそれはあの非常にこちらとしても心苦しいんですけどなんせ理由がないもんだからでっち上げるわけにもいかずもうこういうもんだからもう皆さんそれで覚えてほしい現場の司法書士はもうこうやってやってるんだからしょうがない。 でもそれがでも現場の実際に必要な知識であるということである意味割り切った勉強というのも必要になってくると。でえー そういった勉強の、姿勢特性というものが他の試験かも、他の試験、国家試験とは大きく違っていきます。え、だからこそ受かってすぐに司法書士としてバッチをつけて、活躍することができますのでね。非常に、あの、ど、まあ、あの、ある意味、効率はいいんじゃないかなと思っていますので。皆様そういう性格があるということをぜひ知っておいてほしい。ですから面白いんですよ。あの、民法なんかでも、判例、最高裁の判例、そして、民法の学者の学会の中での通説。 的な見解がえ実は、司法書士の実務では、えー、通らないとといいうことがあるんですいわ,ゆるいわゆる学者の中でも少数説と呼ばれるようなですねあまり指示されていない説が実は実務の中では通用しているということもあるそうするとこの司法書士試験においては判例通説が答えではなく少数説で答えないと正解じゃないだいらいわゆる学問としての民法などではなく実学というかね実際実務で使われている民法で答えていかなければいけない。 では本当にそういうあの性格、特にまた次の8ページ見ていただくとあの憲法刑法というようないわゆる一般的な,ああの一般的なとか重要な法律について出題されればされるんですけど司法書士の憲法なんていうのはそもそも何で憲法を出題したかって我々が法廷に出て原告側代理人被告側代理人として訴訟の代理人になることができるようになったことを受けての憲法出題スタート、平成15年からです。で我々があの法廷に出て原告側代理人 えー、そして、えー、被告が代理人を務めることをきっかけとして出題されるようになったという経緯を受けて憲法法の出題はほぼ司法権からなんですよ <laughs> 我々がだからあの法廷に出て訴訟代理人になれるということから、えー、統治分野に関してはね国会それから行政そして、えーええまあ、国会内閣裁判所、ね、3件の中で裁判所司法権からの出題がほとんどを占めるね。ね というように非常にその司法書士として実際に活動をする時に必要な知識という観点からしか出題の絞り込みをしてないなんですねで刑法なんかもっと顕著で刑法の出題の中心は司法書士が手を染めそうな犯罪どういう犯罪かというと依頼人が、えー、から預かった書類ね 偽造してしてまうだ偽造罪ね、ねあと依頼人から着手金等を受け取って横領してしまう横領罪そして相手が登記官という公務員が相手になりますから収賄罪それからあとは司法書士自身が被害者になりうる業務妨害罪、ね、こういった様子に司法書士が犯人になりやすいまたは司法書士が被害者になりやすい犯罪しか出てこないそういったような非常にその偏りというものが顕著に見られる。でまた 民法についてもいわゆる契約法についての出題からではなくやはり物件分野からの出題我々が不動産登記についてのプロであることから不動産といえば不動産物件変動,物件変動、えー、ということで特に不動産についての物件についての出題がほとんどを占めてくるあとは相続の登記というものが非常に業務として多いことから相続分野からの出題も非常に多い。 でも一転して民法総則や契約法、再建法の分野からはあまり出題はされてこないこういったところからも非常に実務化登用試験の面が顕著ということになります。 ですから非常にそういった側面というものをです、ね、あのしっかり捉えてだから今まで、えー、法律を勉強してきた方が必ずしも受かりやすいわけではないということが、えー、これに見て取れる逆に全く法律を勉強していなかった、まあ、私がそうだったんですが私は全く法律小学者で本当にあの権利と義務の違いすらよく分かってなかったような状況からスタートをしたんですけれども、えー、でも逆に分かってないからこそ講義で習った内容を全て持って帰ろう、ね、自分は分からないど素人なんだということをねやっぱり こう肝に銘じて講義を受けていましたので、ある意味乾いたスポンジがこう水を吸うようにですね、講義で聞いた内容をすべて持ち帰ることができたというのが一つの勝因の一つだったんじゃないかなというふうに思っております。逆にあの司法試験の勉強をしていたね、東大の法学部出たとかいう方の方が受かりにくいんですね。受かりにくいです。あの今まで勉強したという自負がある、自信もあるね、プライドもあるだから今までの勉強の知識の延長で司法書士の勉強をとらえてしまう。 それはもう本当に危険です司法書士の法律というのは司法書士の科目というのは非常に他の国家試験の勉強していた法学部を卒業したあまりプラスにはなりませんまあ、もちろんマイナスになることはないわけでですがそこまでプラスにはならないむしろ司法試験の出題の傾向の特殊さというものをですね、早くから理解できないと間違った勉強をすることになってしまいますからちょっとそこだけはご注意いただきたいと思います さあそして9ページのところ司法書試験のスケジュールとしましては先ほど言いました通り4月に受験、えー、票が配布スタートになりまして5月ゴールデンウィーク明けから出願の時期となります。 そして7月の第1日曜日、全5時間、ここで実質的に合否が決ま,っておきます決まっていきます。午前の部は、5紙択一マークシート方式35問、1問3点の105点満点です。で午後の部、こちら、5紙択一マークシート方式35問プラス、記述式2問で、えー、合計3時間。記述式はあ 35点満点 ×2 で70点択一は1問3点 ×35 問で105点合わせて280点点満とということになります。で午前の部択一午後の部択一そして午後の部記述いずれも足切り点、まあ、正確に言うと基準点というものが設定されていますので基準点をどれか1つでも到達できないと不合格と。 いうことになってしまいます。基準点についてはこの後ご紹介します。そして、えー、筆記試験の合格発表は9月下旬です。9月下旬に、えー、合格発表がありますと、その約2週間後に口述試験が実施されます。一人15分、不動産登記法、商業登記法、司法書士法から5分、5分、5分の、えー、試験官2人、受験者1人の口述試験となります。で、基本的にこの口述試験は受験さえすれば落ちないと言われています。 受験者すれば落ちないね。人物交差の側面が強いんですね。 えーまあ、人物交差というのはつまりまあ司法書士としての不適合者不適合者というのはまあとにかくあれですよ暴力団関係者ですとか、ね、そういったような方をやはり排除したいという思いから、まあ、人物交差の側面が強いですから、えーまあ、まず普通に受けていけばあ落ちることはないと言われてますのでご安心くださいただ、一応司法書士法上は口述試験で不合格だったものは翌年の筆記試験を免除する。 公述試験で不合格だったものは翌年の筆記試験を免除するつまりもう1回、公述を翌年受けて受かれば最終合格できますよという規定がありますですから司法書士法上は公述試験不合格の可能性は示唆されているんですがいま、えー、だかつて受験したのに落ちた方は2人かなしかいないんですね、えー、と2人だったと思いますちょっと非公表なんであれなんですが私の情報網で調べた結果だと2人、ねえー、しかいないとね。ね で二人については分かってますあのもう一人はねなんでうかなんかねなんか体調不良で途中でなんか退席しちゃったあの試験会場に来たんだけれども体調不良かなんか妊娠されていたとなんとかで体調不良で来たんだけども受験せずに帰られちゃったっていう方だったと聞いてるんですがちょっとそれ本当 信憑性がちょっとわからないのであ,のあまりこういった場で言うのもちょっと不適切かもしれないんですがもう一人はちゃんと分かってます。なぜ不合格だったかというとすごいんですよすごいんですよこれあの皆さんちょっと聞いて呆れると思うんですが私も呆れましたしバカじゃないのかと思ったんですがあの受ければ受かる、ね、受験すれば受かるというのはもう誰しもが言っているところじゃあ本当に受験すれば受かるのかというのを身をもって試したかったっていうんですね。で何をやったかとというとその 試験会場に入って試験官の前に座って着席してから最後退室するまで一言もしゃべらなかったそうです。 一言も、だから名前も名乗らなかったそうなんですよ。名前も名乗らずにその受け答えもしなかったって、ね。で、えー、それで後からその私の教え子に本人になんでそんなことしたのか聞いてこいって言って聞いてもらってきたところですね。とにかく受験しさえすれば受かるっていうそういった情報が乱れ飛んで、とかまあ誠彦に言われていたから、本当に受験すれば誰でも受かるのかっていうのを身をもって試してみたかったって。<laughs> もうバカじゃないのかと思いますよね。それで一年無駄にして、まあ翌年ちゃんと受かったんですけども、もバカだなっていうね、というかなんでそんなチャレン 本当にあのみんな呆れて、ね、あのいましたけれども、まあ、そういうような形で不合格だったという話があるぐらいですから、まあ、基本的にはこの筆記試験7月の第1日曜日5時間の試験で一発勝負というふうに思っていただくといいのかなというふうに、えー 思います。さあそれではじゃあ,あのこのスケジュールを踏まえて10ページのところをちょっとご覧になってみてください。10ページ合否判定についてご紹介をしていきたいと思うんですが、どうやって合格者が判定判定とか合格者をこう選別していくのかという問題です。でこちらあの割と結構複雑なので、えー、ご紹介をしていきますと、まずですね、えー、試験第一日曜日の試験を受けていきますと、それで、えー、まず、えー、ま卓一マークシート の午前の部三十五問のマークシートと午後の部三十五問のマークシート二枚のマークシート等案を提出することになります。でマークシートですからこれあのコンピューター採点というかもうあの直期採点にかけてすぐに点数というのはあのあの何万人分の受験生全員について出てくるわけです。でそこからこれ基準点というものを算定していきます。で基準点については後でご紹介しますが大体偏差値は 50から55ラインだと思ってくださいで、昨年に至っては偏差値49から52のラインですから決して高くないんです偏差値50ですからね平均点ですよ平均点ラインが基準点だとお考えくださいで、その基準点を両方クリアすると記述式の採点に進めます 片っぽでも基準点をクリアできないといわゆる足切りと呼ばれていくんですが言葉は悪いですが足切りによって不合格確定になってしまうさあそれではじゃあ昨年一体この、えー、卓一マークシートの段階で何人が基準点をクリアし何人があ涙を飲んだのかというのをお話ししていきますと平成31年度。 一応平成31年度、令和元年ですね令和元年で言いますと実際に受けたのが1万3683名,36名の方が最後まで両方受験しまして出願者はもっと多かったんですが出願者はですねもうちょっと多かったのですが実際の受験生は1万3683名。 でこの択一午前の部、午後の部両方基準点クリアした人が一体何人になってしまったのかこの部分、ですねいわゆる両方基準点クリアできた人これを仮に A としていきますとこの A の方はたった200名です2006名,たった200名しかクリアできなかったんです。 となりますとこの段階でつまり択一、えー、午前の部と午後の部基準点、ね、いずれか、または両方クリアできずに不合格確定となってしまった人は1万1677名1万1677名1万1667名。えー 11, 六百、六百七十七名の方が、あ、ここで不合格、確定ということになってしまったんですね。一万一千六百七十七名が不合格確定。さあ、そして。 え続いて記述式の採点に残った方え、全国に約50名の採点委員という現役の司法書士が指名されています。あの採点にえお手伝いをする現役の司法書士がえ全国に約50名いて、その50名がこの2006名分の答案をそれぞれ持ち帰りまして、持ち帰るんだから同じ場所で採点するんだか知りませんけど、まあとにかく一人何枚のノルマっていうことで採点するんですね。で採点した結果え点数から。 やはり記述の基準点っていうのを策定していくんです。で、記述の基準点、やはりだいたい70点満点の点数にして半分ぐらいというようなイメージで、で、偏差値はやはり50ラインです。偏差値50ライン、だいたい70点の半分の点数ぐらいになっていくというイメージなんですが、その基準点をクリアしないと次に進めないんですよ。だ基準点に到達しないとここで記述落ちしてしまう。 じゃ基準点をクリアできた人というのを仮に B としますとこの B の人ってどれぐらいいるのかで偏差値50ラインで、えー、あの振り落とすんですからちょうど約半分ですよ。だから前回は1022名の方が記述の基準点をクリアしました。前回は名名そうしましまたらこののの方の 独一マークシート午前の点数、独一マークシート午後の点数、記述の点数を合算するんです。合算して上位7 0嘘です600上位600名の方たちが最終最初は筆記試験の合格。 択一午前の部択一午後の部記述の点数を合算してこの1022名について点数を合算して上位約600名が筆記試験の合格と、えー、そうなりますと、えー、あそうだこ,ここの間で何人で配達するか書かなきゃだめだね、えー、と記述落ちしたのが984名ですね。で、えー 最終的に筆記試験の合格まで残れた C の人たちが昨年は606名ということになります。となるとこの総合落ちって潮潮時受験生は言うんですけど要するに全部卓一の基準点も記述の基準点もクリアできたのにこの合算したときに上位600名に残れずに基準点クリアできたのに総合 合計点で落ちてしまった、ね、方が昨年は416名、これをいわゆる総合落ち、えー、総合落ちなんていうふうに呼、ねえーえー、んでいくんですよ総合落ちの方が416名というようなイメージになっていくわけなんですでこれを、ね、ちょっと皆さんメモしなくていいですよ、メモこんなする必要ないのであのただ見ていただければいいんですがこれを別の角度から図にしていくとメモする必要は全くありません。えー あの見ていただければいいだけです。えー、まずですね、一万三千六百八十三名、これが受験生ですね。一万三千六百八十三名が受験生だとして、でこの一万三千六百八十三名のうち、うちですよ、一万三千六百八十三名のうち、いわゆる卓一の午前と午後両方とも 基準点到達できた人仮にこれを先ほど言った A とねしましたよねでこの A の人が2006名しかいないということは11,677名はここで卓越、えー、落ちをしてしまってるわけです卓越落ちが起こっていますよということなんですね 卓一だけで落ちてしまった人たちが1万1,677名いるで。続いてこの2006名のうち今度は2006名のうち記述の採点,で採,採点で決められた基準点でこの基準点。 2006名のうち記述の基準点に到達できた方が1022ちょうど約半分これが B1022 名。ということはこの残り,残りここ984名はここで不合格確定ですよね。 で続いてこの1022名,名の方のうちすべての合計,、えー、合計点を総合して上位606名,60名,60名が最終合格して残りこの1022のうち残り416名が総合落ちしてしまったこういうイメージなんです。 だからもともと1万3683名いた受験生のうち、えー、卓越午前午後両方基準点到達した人が2006名で残り1万1677名は、えー、涙を飲みましたとじゃあ2006名のうち記述の採点に残って記述の基準点を突破できた人が約半数の1022ここで記述落ちが984名。 で次この1022名のうち、えー、総合合計点を合算して、えー、上位606名が筆記試験合格総合落ちが416名非常にこう見ていくとすごくあの極端に、ね、こう数が減ってきているということがこう分かると思います。で皆さんまずこの現状を見た上でですねじゃあそれぞれ合格のためのイメージを持つためにはいいですか ここの1万3683名に入るには誰でも OK です学歴年齢問いません。 十代であろうが、それこそ中卒の方だろう。私のかつての合格者は中卒の一発合格者三人おります。で、中卒一発合格に限らなければ、中卒の合格者なんても多分十何人いると思うんですけれども、その中卒であろうがですね、高卒であろうが大学私のように法学部じゃない文学部ですとかね、理系の大学を卒業されたとかそういった方であろうがですね、年齢も十代であろうが極端な話高校生であっても受けられるわけです。で、もちろん最高年齢合格者が八十歳の試験ですから七十代八。 10代のの受験生の方もいいらっしゃると思いますで全く受験年齢並びに資格は不問ですからここの1万3683人に入るには誰でもできます,誰でもできます、ね、回数制限もありません、ね、じゃあ続いて合格のためのイメージとしてはここに入るのは誰でもできるとしても次にこの A に入らなきゃいけない、ね、この1万1677の車線の方じゃなくて A の方に入っていくじゃあここから A に入るには何が必要ですか まずここから A に入るのがこの15ヶ月合格コースのインプット部分だと思ってください。インプット講座ねの部分。まああとはもちろん。 あのアウトプットの講座ももちろんのことなんですけど、まあ、基本はインプットとにかく私が皆さん方に責任を持つ部分ですですからここから A に入るためにはとにかくこの15ヶ月合格コースをもう堪能してほしいもう使い尽くしてほしいってでしっかりと、えー、私はそれぞれの時期に何をやってほしいかどれぐらいの復習が必要か、ねえー、何時間という言い方はあまりしませんけれども、えー、何をどこまでやってほしいかって必ず言いますからそれを、ね、しっかりとこなしていただければ絶対 A に入ります。 逆にこう A に入らなかった言われた通りやったのに A に入らなかったら本当に文句言っていただいていいですしでもかつて文句言われたことはありませんけれどもそのとにかく A に入るために必要なことは全部こちらで責任私が責任を持ちます皆さんに責任を持って A に入るための講義を展開しますこれは私の責任ですから皆さんにお約束をしたいじゃあ A に入るということはこの講座で、ね、達成できるとしてじゃあその A から次 B に入らなきゃいけないんですね B に。 B というのは記述の基準点を到達するということです。じゃあこの B に入るためにはどうすればいいかそれがですね、ちょっと番書って先ほどお話をした番書の,、えー、番書のですね、えー、2ページ、3ページ通信の方だと4ページ、5ページを見てほしいのですがこの A から B に入るために必要な講座がこここなんです。この下のところにある記述解放ベースアップ講座不等法。 3ページのところには記述解放ベースアップ講座消灯法でこれはですね記述のお演習講座なんですで記述の足切りに合わずに、えー、基準点到達していくためにはとにかくですね記述のお場数を踏まなきゃいけないですね、えー、演習をこなさないといけないで記述って英作文に非常によく似てまして皆さん、英作文の勉強した経験がある方だったら分かると思うんですが英作文ってまず英単語を覚えなきゃだめですよね。 英単語を覚えたら書書けけるか書けないんですよ続いて英文法を習わなきゃいけない、ね、そして英作文に必要なのは英単語と英文法だけですか無理ですよね英作文を書けるようになるためには演習をこなさなきゃいけない、ね、この3つが全て揃って初めて英作文を書けるようになるでまさにその関係が記述に見て取れるまず英、ね、単語にあたるのがこの不動産登記法とそれから商業登記法のところでえ実際に勉強をする、えー 記述の申請書の雛形と呼ばれるものを覚えます。申請書の雛形、申請書っていうのは全部で200、200、300パターンあるんですよ。で、それをですね、まあ200、300全部とは言いませんけれども、とにかく一個一個着実に覚えて、いく愚直に英単語を覚えるの同じです。で、その英単語を覚えるにあたる申請書を覚えて、次に英文法。 英文法というのがいわゆる申請書の解き方のいわゆる手順というかルールというかね解き方のテクニックというかそういったものを習っていくでこれはこの不動産登記法とそれから商業登記法の講義の中でひな形を覚えそして英文法にあたる解き方を覚えるということは私が皆さんに伝授します。だけれどもそれだけでは英作文が書けない。 いわゆる馬鹿図演習をこなさなきゃいけないでそれがこの技術解放ベースアップ講座と呼ばれる講座になるんです全10回まずその先立つことを1回目書き方編というところで書き方のルールを皆さんに実,実況中継していきます。リアルタイム このページ見たらここ,ここに飛んでこういうメモを入れてこうやって書くんだよってことを、ね、実際の問題を使いながら実況中継して皆さんにこう体で覚えてもらった手からの10回の演習不動産東京、商業東京全10回ずつの演習これ、あのー、合格者スタッフが赤ペン先生よろしく皆さんの答案を採点いたしますで返していきますそういったような演習を全10回踏まえましてそれによってこの B に入っていくことが可能なんです。 まあもちろん直前期には、えー、公開模試等でさらにもっとレベルの高い問題で同じような演習をしていきますけれどもその A に入るのは私の責任で A から B に入るのは、えー、その私が教えるその A 文法と、A、単語にあたるものをしっかり講義でつかんでからの演習でもって場数を踏むで B に入ることが可能ですでそうしましたら次最後筆記試験合格者の C になるためにはじゃあ何が必要か。 B になったら次 C が見えてくるわけですじゃあ C に入るためにどうするかこれはですね実は B というのは全ての基準点をクリアした人のことを言いますそうですよね択一の基準点も記述の基準点もクリアしたでも記述の択一も基準点クリアしても上位606名に入らなければ何にもならないんですでこの、えー、B から C に必要なことそれはですねいわゆる上乗せ点なんです上乗せ点 上乗せ点というのは卓一記述の基準点、えー、プラスアルファの上乗せです。で大体ですね例年18点から2018点から27点あ26点かぐらいの上乗せが必要になってくる。だから卓一換算だけでいうと8問から下手すらあの 9問ほどです、ね、こう上乗せをしていかないとだ基準点プラス8問9問の上乗せ択、ね、一だけで換算するとってことですそれがないとこの606名の方に入っていけないじゃあどうな何をやればいいんですかこれが実は直前期の勉強方法にかかってるんです。直前期にどう勉強したか、ね、それでこの C に入れるかはたまた車線の416名の方に、えー、なってしまうのか、ね、変わってきます。 で直前期特に1回目の受験生の方は直前期のの勉強方法がもすすごく重要なんで,すで直前期というのはちょうどこの番書で言うとののヶ月のことを指していきます大体、でだいたいインプット講義が3月から4月にかけて終わっていきますので C56 の3ヶ月これを直前期というふうに呼んでいくのですがこの直前期の勉強方法次第によってこの C に入れるか斜線に甘んじるかというのは変わって,てしまう。 直前期の勉強方法についてまた詳しく後でご紹介をししていきまあ詳しくこの講座というか今聞いても忘れちゃうんでもう少し後でまたご紹介をしますけれども、えー、ぜひです、ね、このシーンに入るためには直前期の勉強方法次第なんだということをです、ね、あの知っておいてほしいなと。 でまとめていくとまず受験資格は誰でもある、ね、だから誰でも受けることはできるだけども受けるでだけで済ませるわけにはいきませんもちろん合格しなきゃいけないからじゃあ A に入る択一、ね、の午前午後両方基準点に到達するためにはどうすればいいのこの講義でやったことをしっかり復習してくださいで私はそれに責任を持ちます、えー、自身もありますそしてじゃあ A に入ってから次記述の基準点と突破して B に入るためには何をすればいいか。 それは英作文書けるために必要なことと同じでひな型を覚え解き方を覚えそして記述解放ベースアップ講座というパッケージになっている講座でもって演習をこなすしっかりとそれをやってほしいでさらにじゃあ B から今度上位606名で筆記試験合格者になる C になるためにはこれは直前期の勉強方法をしっかりとこなしていくそこにかかってるんだと。 ですからそのやり方というか皆さん合格するために必要なことはもうすごく明確でもうかつて。 まあ私ももう21年講師やっていますから、えー、今、あらゆる合格者、えー、そしてあらゆる受験生ダメなものもいい成功例も踏まえて見てきておりますで何をやったら受かるか何をやったら落ちるかももう経験則上分かってますのでその非常にその手探りで皆さんに提案をするということは一切ありませんもうこれをやれば受かるしこれをやったら落ちるよということがもう明確にお伝えできるのでそれをもう講義中にちゃんとお伝えしていきますからねそこを残さ,ず残さずキャッチしていってほしいなと。ね 合格率等が気になるという方もいらっしゃるんでしょうけれども、実際始めてみると合格率なんかどうでもよくなりますよ。もうそのやり方やることと、えそして合格するための方法論が明確なので、あややりゃ受かんでしょっていうことがね、もうやり始めて、そしてそのレールにちゃんと乗れた方ほどあの合格率と気にならなくなってきます。えー、目の前のことをこなしていけば受かるっていうね、まああの自信があ徐々についてきますので、もう最初はあのいろいろこう不安も多いでしょうけれども、えー、ぜひですね、もう始めたからには、えー、本当最後は 笑って終わりたいですし、私もこう一生ずっと講師やってるわけではありません。もううちの事務所今ものすごくやっぱりあのお客さんが増えてきまして、ただ私は今講師中心の仕事をしているもんですから、なかなかですね日中お客さん方のそのえかなり厳しい納期の提案には正直お受けできない、もうお断りをせざるを得ないってねあの状況が続いていて、非常にまあ,ある意味心苦しく思っているんです。で、えー、じゃああのすぐに実務にシフトするってわけにはいかないんです。私2年先まで講義がびっちり入ってます。 ですか,から少なくとも2022年まではレックで持って全力で講師をやろうと思ってます。ですがあのその先のことについては私もいろいろ考えたいなと思ってます。まあこんなこと言うとレックにあのね怒られちゃうんですけど、えただしその交渉だけの人生というのもちょっとそろそろ考えようかなと思ってます。非常にあの実務というのもねあのまた違った魅力があるなということがまあ最近非常によく分かってきましたのでもちろん皆さん方にこうやって教えてそしてあの合格。 私の合格者って今全国に多分何何人人いるんだ何千人いてるんんだ千ですよどこの法務局行っても必ず教え子に会うし今こうやって債権法改正のまあ大きなね改正があればいろんな司法書士会から司法書士に講師をやってほしい司法書士に対する講義をやってほしいとお声がかかってですね先月ちょっとこのコロナの件でいろいろキャンセルになっちゃいましたけど去年なんかはお おお沖縄の法書士会に呼ばれて、えーまあ、離島の宮古島石垣島なんかと衛星回線でつないで沖縄から、えー、講義をやったりあと鹿児島も行きましたね宮城県も行きました青森県も行ったし旭川も行ったしそれからまあお膝元の神奈川もやりました東京もやりましたいろんな法書士会でね現役の法書士に講義をやって自分の,、まああの教え子がこんなにいるんだってことが正直あのびっくりしましたので、まあ、そういったようなことをねネットワークとして、えー、大きく法書士事務所を全国 国展開するようななななこことともうこれはできなくないなとちょっと野望が生まれましてねそういったようなこともあってあのいろいろこう自分の人生で今考えてはいるんですがただあのもちろんすぐに辞めるなんてことはもちろんしませんし少なくとも皆さん方が受かるまで、ね、面倒は見ていきたいなとは思っているんですがただあのとにかく早く、ね、合格してレックに長く主のようにあのいることのないようにねそのお手伝いをさせていただきたいと思っております。そそれでではののたための合格品判定を今ちょっとご紹介した上で じゃあ先ほどから見てる板書の部分をちょっと見てほしいんですけど。 番書の部分でじゃあね、自分が今、勉強始めるにあたって、例えば3か月後、半年後の自分ってどうなっちゃってるのっていうのが、やっぱりこの最初の時点でわからないと、非常にあの自分のこれから先、向こう1年の、えー、こう忙しさというものが見えてこない、不安になってしまうと思うんです。でそこで、えー、大体どの時期にどんなことをかけてるのかというのを、最初にお話をしていきたいということで、ご紹介をさせていただきます。本試験ままででのの勉強スケジジジュール、えー2ペールペととこころちょっと新宿バージョンでお話をさせていただきますこれ 新宿バージョンと通信バージョンを分かれているのは通信制、特にウェブの受講の方は、えー、2週間遅れで配信開始になりますで、ちょうどその2週間遅れの日付でずらしただけですので内容は、えー、通学の、えー、新宿の2ページ、3ページと内容としては同じになっています。ですからちょっとコメント自体は2ページ、3ページを使ってお話しさせていただきますちなみに通学の方は翌日から欠席ウェブが聞けます。 翌日から欠席ウェブが聞けますので、えー、2週間待つ必要ないですよ。あの最初から通信でお申し込みされてると2週間待たなきゃいけないんですが、えー、通学の方の欠席ウェブは翌日から配信になりますので、そこはご注意ください。さあ。それでは、じゃあ2ページのところ、まずこの全体構造をスタートして、憲法までのところはガツガツ復習やるような状況ではありません。まあ、憲法になると若干ちょっと復習はしていただくことにはなりますが、それよりも先ほど言いました、えー、比較的ペースも緩やかですから、推薦図書を読破するとか。えー 先取り受講ができるようになったら先取り受講をしていただくなどの方がよろしいかと思いますそして続いて民法になりましたらここからもうねその、えー、しっかりとお あ、気合を入れて勉強をスタートしていってほしい。で、民法の毎回の復習ね、それ、えー、復習の際にはセルフレクチャーももちろん使っていきます。そしてできればできればというかもう過去問までやってほしい。で、毎回やるべき過去問は指示します。で、この時期に民法をいかに攻略することができるかというのが、えー、この後の合否に非常に大きな影響を与えていきますので、とにかくうよくね皆さん三科目目四科目目になるとなんで民法の時もっとちゃんと民法やってこなかったんだろう。あの時は一科目だけ追っかけてけばよかった。 だだから楽っったはずなのにって言うんですよだから本当にあの1科目だけやってればいいという非常に幸運な時期でもありますからこの民法の復習はしっかりとやってほしいその具体的な復習の仕方は後でまた1回目に申し上げます次2科目目不動産投票に入りますとすで、えー、に終わってしまった民法の復習を卓越到達度チェックテストという全、えー、6回かな。 全6回の択一到達をチェックテストというチェックテストが皆さん方のところに郵送されてくるかと思います択一到達をチェックテストにつきましては不動産登記法がスタート次第その1回目の範囲指定2回目の範囲指定というふうにあらかじめ範囲が指定されております。それについいててままたたでご紹介させていただきますが 皆さん方、あのお申し込みの際のパンフレットにこのスケジュール受講料のご案内っていうですね、えー、スケジュール冊子が、えー、同封されていたと思うんです。これはねちょっと一冊必ず取っといてください。で、あのこの中にまた。 近くなりまましたらら言いますから別に今手元になくてもいいんですよ手元になくてもいいんですがこのスケジュール冊子の中にですね15ページになるんですがこの全科目卓越到達をチェックテスト出題範囲表というのがあるんですよ。で民法1回目はここまで2回目はここまでって全6回のスケジュールのスケジュールとかの出題範囲が載っております。ででこれをですね この1回目のスケジュール1回目の出題範囲の部分をまず1週間かけて自分で復習していく講義は不登法が始まってるんですよ講義は不当法が始まってるんですけど不登法の復習をしながら1回目の出題範囲を自分で復習してそして週末にこの択一到達のチェックテストを自宅受験する。で全20代 20代だったかなの問題ですでそれを1回週1回解いて答え合わせして解説講義を聞くで次、今度は翌日から今度は2回目の出題範囲の部分を自分で復習してで週末に2回目のチェックテストを解くという具合に民法だけで全6回ありますから6週間かけてすでに終わってしまった民法の復習をしてほしいんです。 でちょうどですね不動産登記法の期間というのは8月2日から10月14日ということで、えーとね、9週間あるのかな、9週間、確か8月2日から10月14日だから、まあ、9週間あるんですよ、その後の前6週間をかけて終わってしまった民法の復習を不登法中にやってほしいと、もちろんその間も不登法の復習をしていく必要があるんですけれども、えー、不登法の復習をしながら民法の完成をさせると。 この時に民法の過去問を一通り解いていくとで早い人で6週間終わりますと9月中旬9月中旬に民法をひと,、ま、ひとまず完成させましたら9月中旬から不動産登記法オンリーになっていくと不動産登記法オンリーの状態に持っていくと大体9月中旬だと大体不動産登記法25回目前後まで来てますからそこから不動産登記法オンリーの状態に持っていくと。 で場合によっては、ね、6週間で終わらない人が出てきますやはり働いていらっしゃる方が多いですから無理もないのでそれだったら10月14日の不当法30回目まで引っ張っちゃっていいですねでもとにかく不当法中になんとか民法を終わらせたいそれが終わり次第今度会社法になります会社法になりましたら一転してあの会社法の復習よりも不当法の復習をメインにしてほしいんです。 あつまりですね、え不当法中の講義不当法の講義の時には不当法1対民法の復一1という感じで不当法1対民法の復一1という感じだったんですが会社法になりますと不当法の復習4対現在走ってる会社法の復一1という感じ3対1でもいいですが、えー、いわゆる不当法の卓越到達度チェックテストを同じように、ね。 出題範囲の部分を自分で復習してチェックテストを解いて、出題範囲の部分を自分で復習してチェックテストを解いて、不動産東京の卓一到達をチェックテストを全部で四回ありますから、四週間かけて、でもね、四週じゃ終わらないんですよね。四週じゃ終わらないんで、会社法をフル一杯の1月11月18日までフルフル,フルフルフルかかっちゃうと思います。フルフルかけて一ヶ月フルにかけて不動法を何とか11月18日ねまでのところで終わらせていくと。 で会社法については4対1の1しか書けないということは結局落ちこぼれない程度に復習すればいいセルフレクチャーだけ見る,見るけど家ではほぼ不登法をやっているというような状況に持っていくのがおすすめです。と言いますのもあの会社法になりますと先ほど言いました記述解法ベースアップ講座もスタートしてきますので現実問題で不登法オンリーにならざるを得ないんですよ。会社法にについては翌日,の翌翌翌日とか次の回の回講義に つなげる程度の復習にとどめる帰りの電車の中だけの復習というようなそういうような形で会社法の復習はほどほどというかもう本当に少なくしてほぼ不当法オンリー状態がおすすめということになりますで次の11月22日以降消灯法に入りましたら消灯法に入ったら一点自体は変わります今度は不当法に蹴りをつけて会社消灯オンリーに持っていくんです会社消灯オンリーね で実は会社法と消灯法は同一科目と言っていいほどですね、非常に相互に関係性が深いので、えー、実は会社法の復習がほどほどでよかったのはそのせいもあるんです。消灯法に入ったらどうせできるから、ね、で消灯法に入りましたらもう一点会社消灯法にかかりきりになるという状態。 でこの時、会社法については、えー、過去問をすでにやっていませんでしたので、えー、消灯法に入ってから会社消灯の過去問を初めてやるというような形が目標になってきますで、えー、1月24ちょうど民訴民主民事保全がスタートするまでをめどとして会社消灯法の完成をめがけてください。 でそうすると1月10日から刑法が始まる刑法中どうするのということにはなるんですが刑法は、ね、あの基本的にマイナー科目と呼ばれる科目になりますのでマイナー科目については全くあの講義の質が変わってきます。主要4科目についてはもう深く深くやるんですよ。 もうこれでででもかいいうほどすすね深くやらざるを得ないんですが、えー、憲法や刑法、民民民事保全教託、司法、書士法と呼ばれるマイナー科目に関しては非常に広く浅く講義もまあ上っ面だけになってきますですので復習の時間もさほど主要科目ほどかからないとかかけちゃいけないですから進行中の刑法についてはしっかり復習をしながらも会社消灯法の勉強を取り入れることは不可能ではありません。 でおまけに、刑法以降になりましたら遅れて完成させる時期的にねあの次の科目のところで前の科目を完成させるっていうタイミングではなくもリアルタイムに完成させないと次の科目で完成させるって次がもう時間的に厳しくなってきてしまいますから刑法以降になったらリアルタイムで完成させることが目標になっていくよって、ね。 あとで次の科目のところで完成させようというのはもういやそうはそう目がけないということになっていくわけです。さあそしてこの時期になりましたら民法不当法は一通り終わっていることが前提なので基本的な民法不当法は一回お休みですお休みというか寝かせます。まあ心配だからちょっと週一民法で作ります週一不当法で作りますって方はいらっしゃるのでそれは止めませんが基本的にあの終わってしまった民法不当法を常に覚えてようとするのは無理です。 あのこれ皆さんたちに毎年言ってるんですけどこうやって民法をね例えば不動産東京の時にこう完成しましたよねで次会社法に入って不当法にかかりきになりますよね。でそうすると民法あんだけやってたはずなのにその10月の不当法を完成させる時期になると民法頭からすっかり抜けちゃうんですよ。 でまた不当法11月18日までにようやく完成させた、ね、で今度11月22日から消灯法入って今度は会社消灯法にかかりつけになる、ね、そうするとあんなにやったはずの不当法をやっぱり忘れちゃうんですよ。先生、私バカでしょうかみたいなあの、えー、先生、私向いてないんでしょうかこの試験とかいう質問がこうだんだんこう多くなってくるんですけれどもあのそんなもんですからね、えー、一度完成させたって翌週には忘れちゃう、ね、それが普通の人の頭です。でですすからいいんですよ普通の人お が受けるのがこの司法書士試験の、まあ、司法書士試験を受けようとするのはみんな普通の人なわけですから凡人が受かる最高の資格が司法書士試験だなんていうのをよく私も言ってるんですけどそのみんな凡人なんですよ凡人は一度完成させたって翌週には忘れますですから民法をあんなにやったのに、ね、もう11月になったら民法を忘れちゃう不当法をあんなにやったのに12月になったら不当法をすっかり忘れちゃうそれでいいんです。 今一生懸命やってるものをしっかりやっていただいては終わってしまって忘れたものを後で思い出せますからね。えー、とにかくずっと覚えてなきゃいけないでしょう というあのなんだ恐怖感に苛まれてですねこう常にこう本当は会社消灯法にかかり気にならなきゃいけないのに終わった民法不当法を忘れてしまいそうで怖くてそっちの復讐ばっかりやってて結局会社消灯法がいつまでたっても完成できませんというねそういうご相談毎年相次ぐんでいやそれじゃダメだよと一旦民法は忘れていいから目の前のことを一旦完成させよう。ね いいいうこととをですすね専念してしいと思いますさあそしててほ思まそ民主党た先ほど言いましたマイナー科目ですからとにかくリアルタイムで完成させます、えー、ここから後あとは、ね、講義の復習う、えー、の際にもうとにかく過去問までやってしまうと、ね、いうことをメインにして3月3日がちょうどインプット終了もちろん技術開放ベースアップ講座のショート法が入ってきますからそちらをやることは忘れないでほしいんですけれども。えー 3月3日のインプット終了しましたら3月末までのところでもって、えー、あのここが最後の受け皿取りこぼした科目を集中的にやっていよいよ4月1日から直前期スタートというようなイメージでいてほしいだと思いますで。直前期の勉強方法については講義の中で詳しくやるんですけれどもこの直前期の勉強方法というのの特徴を一言だけ申し上げるとさっき言いましたよね 完成しまししままたた忘れましたで次の科目の完成に取り掛かると前の科目をすっかり忘れちゃうそういった形でいいとそれでいいんだよと言ってきたものを4月以降常に覚えていられるようにメンテナンスするのがこの直前期の役割とだから今まで忘れて思い出し忘れて思い出ししていたものを常に覚えていられるようにメンテナンスするそれがこの直前期の勉強方法なんです。直前期に新しい知識は入れません でもちろんオプションのいろいろな講座を用意してるんですがまあオプションの講座について今からここでお話しするということは、えー、特にしませんので、えー、また勉強方法については手取り足取りお話をしていきますのであの後半の冒頭のところでもちょっとだけご紹介します、えー、そういったことをで、ね、参考にしていただいてとにかく勉強方法はこちらにお任せくださいもうすべて勉強方法とすべてのそのタイミング的なこと、えー、何をどれぐらい復習するか全部お話をしますからあとは皆さんその引かれたレールを脱線せずにね、えー 走ってきていただくことだけをめがけてもらえれば、ちゃんと受かるようにですねこちらの方でサポートしていきますので、もう本当大船に乗ったつもりで、あとは皆さんが息切れしないで走るだけという形の状態に持っていきたいと思いますので、そこはご安心していただければと思います。それでは、じゃあ,あの前半のお話、ちょっと一旦ここで終了いたしまして、えー、あの10分間の休憩に入ります休憩はあの何をしていただいても構いませんので、10分後にまた着席をしてお待ちいただければと思います。それではじゃあ休憩にお入りください それで後半の講義をです、ね、始めてまいいりたいと思います、えー、前半の最後のところであの直前期の勉強方法についてのお話をちょっとさせていただいたので、えー、ちょうどね、あのー、この3月末のタイミングで毎年あの直前期を迎える受験生のためにですね、えー、イベントをあ無料公開講座をですね、えー やってるんですよでその無料公開講座え「このどうなる今年の本試験」っていうですね無料公開講座で今年がですねこのコロナ騒動で、えー、このイベント、えー、生講義はちょっと中止になってしまったんですねであの毎年これ200人以上の方があのおし押し寄せるというか、えー、皆さん来ていただいてすごいあの盛況で、えー、実施していくガイダンスなんですけれどもこの内容を、まあ、今年さすがに人が密集する、えー、昨日やるはずだったんですけど昨日ですからねちょっとね 無理だろうってことで急遽中止させていただいたんですけど、まあこれ聞いて聞きたい方はたくさんいらっしゃるでしょうから、その4名の講師がそれぞれですね自分の本拠地で自分の部分だけ収録してそれをつなぎ合わせて明日から YouTube3 月30日かな YouTube でもってアップしていこうということになりました。でこの内容をですねもしあの暇な時にでも聞いていただくとまあもちろん皆さん今年の試験を受けるわけじゃありませんからこの今年の試験のまあ山手とかね傾向とか対策とか 勉強方法とかね、そういったようなことをこうアドバイスするものですから全部が全部皆さんにピンとくるものではないと思いますまだこれから勉強を始めようという皆さん方にとってはちょっと内容として早すぎるものも含まれてますがただ直前期の勉強方法としてのですねあのアドバイスなんかは早めに聞いておいて青写真だけ作っておくというのはありなのかなと思いますちょうどどなたでも見られるようになりますので絶対見とけとは言いませんよまた当然皆さん来年のところでももちろん実施していきますからその来年バージョンのものを見ていただければ はいいですから必ずしも強要はいたしませんが、えー、こういったイベントを直前3ヶ月などにはやっていきますからこういったものによって直前期の勉強方法についてのアドバイスはさせていただきますで、ただちょっとその内容をですね一つ私が話そうと思っていた部分をご紹介するんですけど えー、この中に私の担当パート、私は最後に取りとしてやる毎年やってるんですがあの直前期の、ね、勉強方法って結局でどういうふうにやるのというとです、ね、いわゆる直前期、大体いい14週間というのを一つ直前期として、えー、私は毎年捉えているんですがそうしますと、まあ、4月1日ではなく3月29日、まあ、ちょうど今日ですね今日から本試験まで14週間ということになるんです。そのの週間の中で、えー どういうふうな形の勉強をしていくかというとですね例えばちょっとこの初級生初,学初受験生、春生ちょっと皆さんたちですよね皆さん方は来年の4月頭からの勉強というイメージで聞いてほしいんですがこの3月29日をスタートとしてまず6週間6週間で5月10日になります6週間かけて全科目をまず1回ぐるっと回すんです。 でその全科目を1回ぐるっと回す先の時の題材は過去問です過去問をベースにして全科目を1回ぐるっと回していくと、ね、でそうして、えー、続いて今度は3週間で5月31日までの間にもう1回2度目の過去問回しを行っていくで次は今度2週間で3回目で今度二2週間で4回目でラスト本,週間、えー、本試験の1週間前で5回目という具合にこのプランでいくと6、回目。 直前週間で14週間でもって過去問を5回回せるというようなスケジューリングになっていくんですね。で、あのー このようにね少なくともその同じ問題を三回以上回していくことによって、えー、今までは忘れて思い出しねでまた忘れてしまってまた思い出していたっていう論点をこう忘れる前にもう一度同じ問題に戻ってくるというタイミングで回せるようになってくるんですそうするとですね忘却曲線がこうゼロになるかなと思うときにまた同じ問題に戻ってくるということになればまた百に戻りますよねでまたこの忘却曲線がこうだんだん下降してきてところがゼロになる前に今度はえまた同じ問題に戻るからまたそれが 100に戻りなんてことになるといわゆる長期記憶にすることができるようになる、えー、少なくとも人間同じ問題を3回、ね、あの抜いたり加えたりしないで3回やりきると一、えー、つの、ね、長期記憶になるきっかけがもうつかめてだいぶ定着してくるというふうに言われていますのででも3回に心もとないから4回5回というふうな形でその 過去問を回していくことによって忘れる前に同じ問題を解くということのね、えー、繰り返しをしていくこれが直前期の勉強方法についてのまあ一つ王道のアドバイスということになるんですですから皆さんあの合格体験談なんかを読むときに私は過去問を、えー、あの八回やりましたとかねいうようなことをですねやっぱ書いてる受験生とか合格者とかがいるとう八回もやるのかとかということでねやっぱ皆さんもこう引いちゃうんですけれどもでも実はその八回のうち五回は直前三ヶ月にやってると。 いいうようよな方が非常に多いんです、えー、ですのでその何回やったっていう、ね、あの記述についてはそのいつのタイミングで何回やったのかということを注意深く読んでいただくかまたはそ,のそういったまあ情報を書かずに単に何回やりましたよっていう体験談っていうものも少なくないのであまりこう一喜一憂なさらずにねやっぱり8回やんなきゃダメなんだってその8回というのが刷り込まれてでも自分はまだ1回2回しかやってないから到底合格レベルじゃないとかってねそことの回数の差に落ち込むというんじゃなくて実際にはほとんどの方 直前3ヶ月のとところで集中的に5回6回と回している私は6回やりました6回同じ問題やるともう後ろの解説まで一言一句頭に入るもう問題解いてるうちから後ろのページの解説の表現まで全部頭に入っていくようなね状態、えー、になってもうそうなってきたらもう怖くないんです本試験どうぞ受けてやろうじゃないかぐらいのつもりでねやっぱ当日望みましたので、まあ、非常に自信を持って望むことができましたから皆さんもそういうふうな時期に絶対になりますので今はねあまりそう過去問をやる回数などということ そこにそこまでこう情報に振り回されずにいてほしいなと思います。そしてだからだからこそ一度しっかり頭に覚えればその後忘れてしまっても大丈夫ですからね。えー、直前期にはいくらでも思い出せるのでそういったアドバイスも含めてさせていただこうと思っております。さあそれではじゃああの直前期のねあの直前期じゃないやあの今まで前半を通じてお話をしてきた内容。 こういったあの試験の特性えないしは傾向を踏まえてですね。あの、是非立ち向かうべき敵とですね、えー、真正面からね。立ち向かっていっていただきたい。私も本当によく覚えてます。私はあの <laughs>。 そそれこそ大学2年生の春皆さんと同じ春生だったので大学2年生の春にですねフラッと本当に立ち寄った生協でこのレックの15か月合格コース当時もありましたからレックの15か月合格コースのパンフレットを見てで本当何気なくパラパラと何かでも何か,か感じるものがあったんでしょうねいろいろ司法試験とか他の試験もあったのにパッと司法書士を取ってでそもそも司法書士が何する人ぞ全く知らなかったんです。でそこでパラパララ見ているうち に司法書士の仕事っていう中にちょうど目が止まったのが、まあ、障害業務ができますよというようなことが書かれているページがあったと障害業務というのは在日外国人の方の法律相談ないしは在日外国人の方の登記手続きですとか外国企業の日本における登記手続きなどをですね指していくんですけれどもそこで非常にあのできる先生は少ないのでこれはあのあの何でしょう注目があね、えー、注目されている業務で ですと、まあ、6ページのところに障害業務についてはちょっと書いてありますからテキストですよあとで興味ある方はご覧になっていってほしいんですがでその時にピピンンとと来たたんです <laughs> ピンとました私はあの当時あの東洋史学科のお在籍でして文学部東洋史学科中国の近現代史を、ね、勉強して中国に留学したり中国語の勉強経験をお、まあ、勉強経験がありましたので全く法律とは無縁の環境にいたんですがただ私は横浜生まれの横浜育ちで 昔から家境の方たちに囲まれて生活してきた囲まれてって私は純粋に日本人なんですけど、ただあの中学高校えどこのおが でも中国人のお友達がいたとで、まあ、もちろん日本生まれの日本育ちでも国籍は中国という、ね、方たちが周りに非常にあの普通にいる環境で育ちましたのでそういった中国人の方が日本の社会に馴染んでいるだけれどもやっぱりひとたび土地の取引等になるとやはりどうしても国籍の問題からですね当時は住民票もありませんしそしてあの戸籍制度も中国は日本ほど整っていませんでまた台湾人とかであれば当然国交もないわけで戸籍を取り寄せようにも大使館がない。 そういったようなことっていうのは昔から非常に身近な情報として知ってたわけです。でそこでですねピンときたんですねあのいわゆる自分の中国の知識とそして語学の経験が今度は法律という形でもってですねこう活かせるんじゃないかと。で私はもともと法律には少し興味があったということなのでね 法学部でではありませんでしたけど興味は自身はありましたのでね特に当時の文学部っていうのは就職なんでとてもじゃないですけど東洋市出身で普通のいい企業に就職することはちょっと難しい状況だったそれだったらばちょっとでも興味がある法律でもって、えー、大学卒業後はこう自分の人生をねあの設計していこうというふうにまあピンときたんです本当にピンときたでその日中にですねもう受験を決めて司法試験も知らなかったからです知らなかった時からパンフレットをただ一目見て、まあ、その後ちゃんとパンフレットを読みましたけど。 その以上に受験を決めてで持ってですねこう親に。 当時はね、15ヶ月合格コースの受講料ベラボンに高くて、その70万とかしたんですよ。で、当時そのまま親にですね、ちょっとお母さん70万よこしてほしいんだけどみたいなことを言ってね、70万よこせなんて突然言われた母親もびっくり仰天してましたけど、まあこれこれこういう資格を受けたいからね、70万が必要だって言ってまあ母親もじゃあそれだったらということで、えー、まああの受講を許してくれましてね。で、まあ本当次の日手続きに行ってなんていう、そういったあの経験があるんです。で、本当にその時のことをね、まだにこうやっぱあの 思い出します。でと言いますのも。 よくあの時そういうい判断をしたとだまあ当時の自分に、だからもし私が今会えるんだったらお前、でかしたって言ってあげたい本当によくあの時にその全く司法書士のしの字も知らなかったのにそのただパンフレット一つで受験を決めてそして、もうがむしらに勉強して私はその後一1回目大学3年生の時に受かりましたけどもでそうやって今、この司法書士としての自分がここにあるということで本当にもう今私は司法書士としての自分の人生すごく満足してるんです。でまあこううやって皆さんに受験指導という形で書 われるのもままた満足してますし市場所持としててすお客さんにです、ね、非常にあの喜んでいただけるのも本当にまあ嬉しくてしょうがない本当に天職だと思ってますでそれを、ね、たったあの一瞬の出来事で決められた当時の自分を本当に褒めてあげたい <laughs> と思ってましてで非常にそれは、ね、私自身非常に誇りであるんですけれども、まあ、ただあのそういう選択ってなかなかねあの人生の中の選択ってなかなかそう何回もあるわけじゃありませんので、えー、もちろん私いろんな失敗を選択して失敗したことも、えー 多々ああありりまますすよけれどもそのあの選択だけは成功だっったと思ってますだから皆さんもねそういうふうに思っていただけるように是非、えー、ですねあのそれに、えー、私がお手伝いをしていこうと思ってますので是非、えー、皆さんも頑張っていってほしいと。でこんな話をしてると時のああこれも話さなきゃなと思うのがこの間ですね、えー、今年の夏かうちの娘が、えー、娘今高校3年生になるんですけどお母さん。ね 60万よこしてください、ね、今当時と違うのは LINE で来るんですよね「お母さん60万よこせ」ってね「60万よこせ」って「でもうななんで60万もいるんだ」って「なんで?」って言ったら「留学決めてきたから」って、ね「留学決めてきたからね行きたいから」じゃなくて「留学決めてきた」もう手続きもしてきたあとはここに振り込んでほしいって「ああもう血は争えないんだあの」えー、60万よこせ」って、ねまあ、当時と違うのは、えー、面と向かって言われるんじゃなくて「LINE で言われるって、ね」と味を占めてしまった娘はその後も「20万よこせ」とかね「なんとか海外プロジェクトに行くから10万必要なんだけど」みたいな。 でも最近ではあの、えーまあ、ツイッターでこの間は失笑皆さんの失笑を買いましたけどあの何でしたっけ、えー、魚,屋さん魚屋さんで唐揚げにするサワガニが売ってたんですねでかさあの中,中国の方がたくさんいらっしゃる私の私桜木町に住んでるんで桜木町あの魚屋さんに、ね、生きたサワガニを売ってるんですよ。中国の方ってそれをそれも唐揚げにして本当美おいしいんですけど唐揚げにして食べるっていうの、ね、あの料理があるので、えー、どこの魚屋にもあるとは言いませんけど私のうちの近くの近所の魚屋さんにはいつもサワガニが ワガニを買いたいんだ」って、ねで「買いたいからあの水槽を買う」ね「水槽を買うから5,000円よこせ」って、ね「はい、いやだって1匹100万円のサワガニ買ってきて5,000円の水槽それはないだろうと思ったんですけど、まあ、ちょっとねあまり家におらず子育てしてない弱みがあるもんで5,000円の、ねえー、あの, <laughs> あの水槽を、ね、買う羽目になりましてそしたらあれですよ次の日あの2匹とも逃げるというねもう,あのもうど,どこ行っちゃったのかどっかでから揚げになってるとから揚げっていうかどっかで干から揚げカかっぱビスになってると思うんですけれども。 もうあのそんなこんなであ血を争えないなと思ってはいるんですが、まあ、そんな話はしてもしょうがないですね、じゃああのちょっとです、ね、前半言いそびれたことを1つだけ追加しておきたいと思います、そね、基準点を言いそびれたんで基準点結局基準点ってどれぐらいの点数なのというのを言いそびれましたので、まあ、前半、の続きなんで申し訳ないんですがちょっと急いで話しちゃいますね。で これですね基準点、えー、どこかそうだなさっきのページの方がいいかさっきのページだと司法書士試験のおあと10ページの近くにでも書いておいていただくといいんですが基準点いわゆる足切り点なんですが。 えー、基準点ですね。で、午前の卓一、えー、午前の卓一は例年三十五問中二十五から一番高くて三十というような点数になります。二十五点から三十点ね、まあ一問三点で計算するので実際の点数はかける三になりますが、えー、問題数にすると二十五問から三十問昨昨年平、えー、まあい,いやまあ一旦書こう一旦書きましょうで午後午後については。 午後についてはやはり科目数が多いのでえ午,前よりかは午前よりかは下がりまして22から28ということになります。でえー、記述に関しましては70点満点のうち30から40というのが、えー、基準点になっていきます。でえー、平成31年 まあ、令和元年、昨年ですね、について言いますと、これ、35問中の25問で、かける3点で75点、これが基準点になります。で、昨年午後については、35問中の22かける3で66、前回は午後がめちゃくちゃ難しかった本、ね、当、悲鳴が上がるほど難しかったので、史上最低点になりました。 で記述については70点満点の32.5点、これはそのままの点数ということになります。そうすると合計しまして、合計して基準点の合計は75、66、32.5なので173.5というのが基準点の合計点、だから全部基準点突破すると173.5点ということになるんです。 でところが最低合格点、最低合格点につきましては最低合格点については197.0点なんですね。最低合格点点なんですということは引く基準点の合計点の173.5を引くと23.5点, 23. 点上乗せしないと合格できない、ね。ですから これを択一だけで上乗せをしようとすると1問3点ですから先ほどもちょっと言いました7問から8問上乗せをしないと1問3点ですから7問から8問分上乗せして7問で3721点上乗せ8問上乗せすると3パ24点上乗せだから要するにこの基準点の合計点だけで浮かれないってことですよ。 基準点点の合計点プラス、まあ、例年平均すると1819点なんですがちょっと昨年はえ少し上乗せ点が高かった、えー、23.5点上乗せして最低合格点の197点に届いたと、ね、いうことになっていくわけなんです。ですから基準点を取るということは一つのもちろんあの目標ではありますけど基準点だけ取っていけばいいわけじゃない先ほど言った A と B には入れるけど C になるためにはこの23.5点上乗せ点ねの上乗せ というものが必要になってくるね。これ AB から C に行くためのポイントですよねで C に行くためには直前期の勉強方法にかかっているだからこの上乗せ点を取れるかどうかは直前期の勉強方法次第ということになっていくということはぜひ知っておいていただければと思います、えー、まあ偏差値は50ラインですよだから決して基準点自体が高いわけではありませんので恐れる必要はないとね さあそれではじゃああの実際の中身に入っていきましょう。実際の中身、ね、今日やるところはもし先取りで聞いてくださっている方に関しては正直お、また繰り返しかよということになるかと思うので、まあ、でもあのここからスタートせざるを得ない事情もありまして、えー、毎年、あまり変わり場にない講義にならざるを得ないのはしかないかなと思っています。で まあ、一度聞いた方はねちょっと少しぼーっとしててもいいですからあの聞き流すなどしてみていただければとでは15ページの内容から見ていきましょうまず、えー、法って何ですかという話からさせていただこうと思います。 でも私は本当にここからのスタートでした。法って何？うん、うん、なんか守んなきゃいけないものみたいなそういったところからのスタートだったんでここからのスタートで十分受かっていくことになります。さあまず法の定義、えー、チェックしろとは全体構造では言いません。チェックペンでチェックしてほしいとは言いませんのであの皆さん必要と感じればチェックすることは別に止めませんけれどもあの。 何かチェックペンでチェックしてというようなことは言いませんからあ軽い気持ちでそしてメモについても、ね、特に取る取らないはお任せしますから、まあ、何かしらやっぱりいい頭に残った時にメモをしていただくのはいいと思うんですが私、しゃべるの早いので、えー、決してあの皆さんに,メモ,にメモを取るのに必要な時間は多分待てないと思いますでで。メモししようと思っっっってててたたのに、えー、もう先に先行ってしまって取れなかった でもねあの本当に取ってほしいことに関してはくどどいほど繰り返しますだからその1度目はメモ取らずに聞いていただいて2度目があったらあおっと思ってですねメモをお、まあえー、取る準備をするで3度目があって初めてメモを取るっていうね。 まあ3回以上繰り返したときにはまあメモを取る時間は必然的にあるんじゃないかと思うんですがそれが一度や二度で流れてしまうものについては結局それだけの情報ですからでまた3回目以降コメントしていたのに私タイミング合わなくてメモ取れなかった大丈夫です。全体構造でやったこととにについてね何かとにかく 頭に完璧に入れておかなきゃ受からないってことありませんので本当軽い気持ちで聞いてみてくださいまあまず法の定義のところですが国家権力による強制力を伴った社会規範という定義がありますね国家権力による強制力を伴った社会規範でまず国家権力について私がここでグダグダああだこうだ言うつもりはありません皆さんがイメージするところの,あの国家権力ですで社会規範というのは社会のルールですね規範というのはルール守るべきルールのことを指していくわけですさあ それではこの社会規範については何も法だけではないんです。 私たちは一人人の人間がいいろんな社会に帰属してて生きている例えば世界というのも一つの社会ですし日本国というのも一つの社会また例えば学生であれば、えーまあ、在籍する学校そして、えー、サラリーマンであれば在籍する会社、えー、また宗教をお持ちの方であればその宗教を信じる人のグループ、えー、またあそうですねあと、まあ、司法書士であれば司法書士業界ねいろんな社会に身を置いていると。 で必ず社会にはその守るべきルールというものがあるねということなんです。じゃあその例えば学校であれば校則で会社であれば就業規則そして宗教をお持ちの方であれば例えば戒律とかねであとに日本でという社会であれば道徳そして法律、ね、でこういったあの社会には必ず社会規範がある。じゃあその道徳や校則や就業規則や戒律ねと えー、法律法との関係というのは、えー、違いというのはどこにあるのかというのをまとめたのが図表のところなんです、えー、実はこれ守らなかった場合に課されるペナルティ制裁ですねそこに違いが出てくるということなんですまず、えー、2つ守らなかった場合に課されるペナルティがあるうちの2つ目のところここですね、えー、事実上の制裁を受けうる、ね、という、えー、社,社会的評価を下落させ集団から追放されるなど、ね。 この事実上の制裁を受けるというペナルティが課されるのは法であろうが道徳、まあ、戒律であろうが拘束そして就業規則であろうが皆共通だとこれ道徳からも矢印が出て法からも矢印が出て道徳などからも矢印が出てるつまりこの事実上の制裁を受けうるというのは両者共通だとということなんですで。事実上の制裁というのは例えば法を守らなければ周囲に白い目で見られる。 例えば、えー、校則を守らなければ先生からの評価が下がる就業規則を守らなければ同、上司からの評価が下がるでまた、例えば村のルール村という一つの社会における社会規範を守らなければ、えー、村八部とか、ね、集団から追放されるまた、あの戒律を守らなくて破門されるなどというのがこの事実上の制裁にあたります。ここれは法ででも同じことなんですね ところが法を守らなかった場合にはそれにプラスして国家の強制力の行使を受けてしまうというですね制裁を受けることがあるというのが特徴とということになります例えば、えー、人のものを盗んではならない刑法に、まあ、その通りの表現ではありませんが人のものを盗んではならないに匹敵する条文というのはあるわけです。 ところが人のものを盗んでしまえばそれは警察によって身柄を拘束され場合によっては刑務所に送られ自由を奪われてしまうつまり警察によって自分の自由を奪われるという強制力の行使を受けうるそしてもちろん盗んだものは警察の仲介を経て被害者に返されるということももちろん予定されています。またた例えば人から借りた金を返さない。 これはもう民法で人からお金を借りたら返さなきゃいけませんよ。まあそういう表現は使ってませんけど、まあ、それに相当する条文というのがあるわけで、でも人から借りたお金を返さなければ、やはり国家の強制力を受け、そして強制的にお金を返したのと同じ状態が出現、同じ状態をね国家が実現していくということが予定されているわけなんです。でこれはあの道徳守らなかったらいきなり警察が来てですよ。その身柄拘束して、で例えば老人に電車の中で 車で車をあーで、老人に電車の中で座席を譲らなかったの、ね、か次の駅でいきなり警察乗ってきて、えー、いきなり身柄拘束されて席を譲らさせられてしまうなんてことはないわけでそこがいわゆる法とはその他の社会規範との違いと守らなかったときに国家権力による強制力を行使受けてしまうかそしてその守らない状態が、えー、是正されていくことになるのかそこが違ってくるということなんです。 いやちょっと先ほども言ったんですが16ページご覧になっていただいて16ページのところにですねそのお借りたお金を返さない場合に一体どういう形で国家権力が出てくるのかという図表が出てきておりますえ図表まず債権者 X さんこれ借りたお金,あごめんなさいお金を貸した人のことですね、えー、貸主さんに当たる人です債権者債務者についてはまた次回詳しくやりますので今は貸主とえ理解してくださいそしてお金を借りたのが Y さんえ借り主さんです 債務者と呼んでいきます1000万円のお金を貸しましたとで、ところが Y さんが借りたお金を返さないつまり法という社会規範を守っていない状態が出現したわけですで、この場合 Y さんの社会的評価が下がるね。という事実上の制裁を受けるのはもちろんのことそれにとどまらず国家の強制力の行使を受けてしまう どういうことかというとこの時、X さんは、えー、Y を相手取って、えー、裁判所にお金を返せという訴訟を起こしていくことになります訴え提起。 で訴訟を起こしますと X 原告 Y 被告となるんですが裁判が開かれまして裁判の結果本当に X が Y にお金を貸したのか Y は本当に返してないのかが審理された結果裁判官が「うん確かに X の言う通りだ」という心証形成しますと Y は X に1,000万円支払えという判決が言い渡されていくことになります。ここの判判決決がががが確確定定約2週間経って覆すすすととでできなくなくる状態を言うんですが判決が確定しますと X さんは続いて ④ 裁判所に対して、えー、Y の財産のいずれかを強制的に売っ払ってお金に変えるの、えー、の申し立てというものをすることがでできるるになるんですでこれはの Y の財産いずれかを X が選択しますで。今回 Y の財産には土地があったこのひし形は土地だと思ってください。土地があったことからこの土地をターゲットに「競売」の申し立てをする。 正確には不動産強制競売と呼んでいきます、えー、ここちょっと書いていくと競売の申し立ては,正確には不動産強制競売というんですが不動産の強制競売の,強制強制競売の申し立てとていうのを行っていくことになるんですね。不動産強制競売申し立て でターゲットが不動産である、えー、不動産強制競売の申し立てでもちろん、ターゲットを動産、えー、土地や建物などの不動産ではなく貴、えー、金属などの動産をターゲットにすることもできるのですが、まあ、今回は X さんは Y の不動産をターゲットにしたそうしますと、えー、このあと裁判所はこの土地に対して、えー、差し押さえをし差し押さえをし、まあ 裁判所がこの土地を差し押さえって書いてたほがいいなこの土地を差し押さえして差し押さえして強制競売強制的に競売にかける、ね、当該土地を差し押さえて強制的に競売あちなみに競売というふうに読む方もいらっしゃるんですがドラマなんかでは競売とかって言ってますよね。ででもこれははの法律用語では競売 これが正しい言い言方です。でね、これはのよく、まあ、どの業界にもいろんな業界用語っていうのはあると思うんですがその一つでして例えば「遺言」っていうのも一般の方は「遺言」って言いますが法律用語では「遺言」なんですね。で「競、えー、売」じゃなくて「競売」となります。 こういったのもちょっとぜひ皆さんね、えー、知っといていただくとまだ業界っぽいですよねあの法律勉強してるなんか感覚が出てくるんじゃないかと思うんですがなんかドラマなんかでもねそのすごい臨場感たっぷりのドラマとかでところがなんか。 売ととかっっっててて出演者が言ってるとガクってきちゃいますよそこは競売って言ってほしかったなとかいうようなことでねせっかく今までの,あの臨場感たっぷりの演技がなんか台無しになっちゃうようなでもそういう感覚ってやっぱり同業じゃないとわからない、えー、あそこは競売って言ってほしかったなとかそこは遺言って言ってよとか,とかそういうの私の一人突っ込みとかよくするんですけど私の旦那もあの同じまあ法律関係者の、まあ、弁護士なので二、えー、人してね「ああ」とか「そこは競売だそこは競売って言わなきゃ台無しだよ」とかっていうようなことをよく言ったりなんかしてるんですけど。 まあまあそれはねあのともかくとして皆さんはこれから競売とぜひお読みください競、えー、売というのはイメージするところの要するに一番高い値段をつけた人が落札する具体的には入札手続きによって一番高い値段をつけた人が落札するでこれ Y さんが泣こうがわめこうが絶対土地売,れない売りたくないといったところで止められません裁判所が主導して強制的に入札にかけ一番高い値段をつけた人に落札させてしまう。 そしてそのお金を裁判所が受け取りでその受け取ったお金の中から X さんに未回収の1000万円を配当するとでこれによって X さんは、えー、法が守られていない状態を、えー、国家権力の力を借りて是正できたということになっていくんですね。これがいわゆる国家権力による強制力の行使を受けてしまうということのイメージだと思ってみてください。 国家権力による強制力の行使を受けるそして、それによって法が守られない状態が是正されていくという状況はこういう状況を指していくこれは拘束や就業規則それから道徳などの他の社会規範を守らなかったときには起こりえない制裁なんだということになりますそそれが社社会会規規範範のののの中でで法とととの他の社会規範の区別だということなんです。 さあでは15ページから16ページにわたる文章については、えー、読む読まないね、えー、読む読まないはお任せいたします読んでも読まだでもどちらでも構いませんただ16ページの2番法の強制と自力救済の禁止については、えー 見てていいいきたいと思いますす特にチェック等はしなって結構ですよえ法の実効性が国家の強制力によって確保されるということは法に定められた内容を最終的に実現するには必ず国家の強制力によららなななければいなないととうことを意味します例えば犯罪の被害者やその遺族が犯人に対して復讐をしたり借金を返さない債務者の家に貸主が押しかけて力ずくで金を取り立てたりすることは許されませんと。 このように個人が個人というのは我々一般人のことですね。国家の力を借りずに自分の権利を実現すること、自力救済とか自給行為と言います。自分の力で自分を救済で。近代の国家は社会秩序を維持するために一方において強制力を国家から、えー、強制力を個人から取り上げて自力救済を禁止するとともに、他方において国家が独占した強制力をお知らせとする、えー、法を整備しています。つまり法律の強制と自力救済の禁止は表裏一体の関係にあるのです。つまり自分で、えー、自分の 力でで自分を救済することはできない法が守られない状態を自分で、えー、あの打開することは許さず法が守られないんだったら国家の強制力の力を借りなさいと自分で自分の状況を打開しようとすることは禁止だよって、ね、だからその代わりに国家を頼ってくれとそうしたら法が守られない状態を是正してあげるから、ね、そういった関係になっているということです。 さあそれでは17ページなんですがこのページは特に読む必要ありませんので、えー、読まなくて結構ですでも私は読まなくていいって言ったら本当に読まなくて結構ですから読ま読んでしまった分だけ時間の無駄だということだと思ってくださいでは続いてえ今度は18ページ法の基礎知識 でですねあの先ほどちょっとだけ私も口走ったんですけど法律と法っていうのは実は厳密に言うと違ってきます。え法律と法ここ法の基礎知識となっているんですがちょっとその、えー、両者の区別をお話ししていくとこのページに書けばいいと思いますよ18ページなんですが法というのは正確に言うと法令っていうんですよ。 で法令の方が大きくて法の中に法律があるというイメージを持っていただきたいんです。えー、あの法の中に法律、法律というのは衆議院参議院両院、つまり国会の議決で制定された法のことなんですね。国会の議決で制定された法を法律と呼んでいきます。じゃあ法律以外の法って何ですか。えー、これは内閣が出す政令。 それから内閣府令、えー、だとかそれから各省の大臣が出す省令地方公共団体の議会で作られる条例ですとかね政令内閣府令、えー、条例などがいわゆる法律以外の法ということになります。 でここではあの法の基礎知識となっているんですがどっちのことを指しているかというとうんこのページについては法律のことだ。 18ページでいうとこの法といってもこの法律を特に指して法律の分類を勉強していきましょうという内容になっているとお考えください。で法律の分類という意味でさまざまな視点で法律を分類していきましょうということなんですがちょっとここら辺は大学の一般教養みたいな感じになっちゃってあんまり面白くないんですけどもただもう淡々と聞き流してみてください。ままず、ね、広とと司法法いう分類方法があります 広報というのは国家の内部の役割分担および国家と国民との事項を定めたもの硬いですねね表現が、ねえー、要するに登場人物が国家と、えー、一般人国家と一般人との、ねえー、関係を定めた法,法律のことですね。 だから要するに統治する国家と統治される一般人というか、まあ、そ,れその一般人との関係の規律をした法律のことを広報代表的なものは憲法です、ね、そして刑法罪を犯す一般人とそれに刑罰を科す国家罪を犯した一般人とそれに刑罰を科す国家との関係を定めた法律それが刑法だからです。 さあそして、えー、反対概念が私法です私の方これはもう市民と市民だから一般人と一般人との間の関係を定めた法律のことなんです民法商法会社法などが該当しますで商法は商売をやっている商人との関係商人と商人との間の関係を規律したもので商売をやっている商人の中でも会社と会社との関係、ね、等を起立したのが会社法というイメージですその登場人物に国家は含まれません そして、えー、この2つ広報と司法、ねえー、いずれの法律もどっちかに分類されると思ってくださいさあそれではじゃあ次実体法と手続き法からいきましょうで実体法というのは、えー、権利義務の変動、まあ、権利が発生しその内容が変更し権利が消滅するその時の条件のことですね要件で効果というのは結果のことです、まあ、条件と結果要件と効果について定めた権利内容の基準となる法 どのような条件が備わるとどのような権利変動が生ずるかについて定めた法、うん、分かりにくいね、えー、いわゆるとが一番簡単なのは民あ刑法ですね何をやらかしたら何罪なのかっていう、ね、人のものを盗んだら窃盗罪、えー、人を殺したら殺人罪人を怪我させたら傷害罪とか。 何何をやららかしたら何罪にななるのっていうようよですねそういったあのまさにどのような要件が備わるとどういう結果が起こるのかということを定めた法律のことを、えー、実体法と呼んでいきますそれに対して手続き法というのは権利義務の具体的な実現手続きを定めた法例えば民事訴訟法刑事訴訟法行政事件訴訟法。うん 我々の試験科目ではないんですけども一番わかりやすいのは刑事訴訟法です先ほど何をやらかしたら何罪かそれを定めるのが刑法実態法としての刑法だじゃあその何罪やらかしたらどんな手続きでどういう刑罰が課されるんですかね。それはあの いわゆる裁判官による刑事裁判なのか裁判員裁判なのかそして有罪判決がどのような形で言い渡されてどういう手続きで刑務所に収監されていくのかまた刑務所に収監されたらどういう手続きでもって最終的に刑務所から出られるのかまさにその刑罰を科すための手続きについて定めたのが刑事訴訟法ということになります。まあ、そういったた形で手手続続ききを定めたのが手続き法 今言った刑,法と刑事訴訟法との関係で理解しておいていただくことが一番おすすめかなとじゃあ次一般法と特別法にいきましょう一般法、えー、まず特別法の方が分かりやすい、えー、特定の人特定の事項特定の地域えっ、ー、とね人と事物だけになっちゃってるんですが特定の人特定の事物事項それから特定の地域に限定して適用される法律のことなんですだ例えば、えー、特定の人 商売やってる商人についてだけ適用される商法とかねあとは特定の事故犯罪は犯罪でも軽い犯罪軽犯罪についてだけ適用される軽犯罪法だとか特定の地域例えば、えー、国立公園の敷地内の動植物についての,のみ適用される国立公園動植物保護法とかね そういうその特定の人、特定の事物、特定の地域に限定して適用される法律を特別法と呼んでいきます。で、それに対して一般法というのは、そういった特別な人、事物、地域を限定しないんです。人であれば誰でもね、事物犯罪であれば何でもね、そして、えー、日本全国、日本国土であればどこでも、ね、適用されるのが一般法ね。特定の人ではなく一 一般のすべての人特定の事項ではなくすべての事項特定の地域ではなくて日本全土に適用される法律のことを一般法と呼んでいきますさあそれではこの特別法と一般法なんですがちょっとですねここで皆さんにご紹介していきたい言葉がありましてちょっと書いて,いていただきたいんですが18ページの一番下の余白のところにこの特別法と一般法とに関してはこういうルールがあるんです特別法は一般法に優先する 特別法は一般法に優先するというルールを書いておいていただきたい。優先する特別法は一般法に優先するというね。特別法は一般法に優先する。つまり同じ事項について特別法と一般法にね。えー 同じ規定があるような場合同じ事項について特別法では A となっている一般法には B となっている同じ事項じゃんどっち適用するのこれの先ほど言った民法,民法は実は一般法人であれば誰でも適用される一般法に分類されるんです。 それに対して先ほど特別法の代表例として商法というのを一つご紹介しましたよね商売やってる商人に適用されると今思っとけばいい、まあ、ちょっと正確な表現はまた後でご紹介しますけれども商法というのは特別法例えば民法ではある事項について A と規定されているところが同じ事項なのに商法ではその事項について B と規定されているえどうすんのって特にあの問題となってくるのがですね これの例えば、利息を取るという約束をです、ね、していなかった場合利息を取りましょうなんて約束をしていないお金を貸し借りするときに利息を取るからねいいですよと約束をしないと民法では利息取れないそれううに規定されているんですところがではある場面ちょっと詳細を省きますけれども商法では利息を取るという約束をしなくても利息取れますよ。 同じ場面について民法では利息取るって言わないと利息取れないと,、ね、と規定されているのに同じ場面なのに商法では利息取ると言わなくても利息取れるえどうするの、えー、詳細はそれぞれ商法と民法でやりますよ、えー、どうするんだろうでこの時にこのルールというのが適用されるんです特別法は一般法に優先するですから今の話だと、えー、民法は一般法商法が特別法なので、えー、今回は、えー、商法が優先して適用されますよという結果になってくる えー、どうしてこういうルールがあるんだと思いますかこれはですねそもそも特別法ってもう一度テキストを見てみてください特別の人特別の事故特別の地域に限定して適用される法律ですよね。ということはその特別な人 特別な事故特別な地域のいずれかに該当するんだったらそれを一般法とは別に規定する意味目的があるんです一般法と違う規定をしなきゃいけない目的がある法律というのは何らかの目的がなければ制定しないんですねこれ立法目的なんていうふうに言ったりするんですけどもその一般法とは違う結論を取る意味があるから違う結論をもともと制定したんです。 であればその場面に該当するんだったらそれは特別法を使うのがそれは筋だということにななっていくわけなんですですから特別法は一般法に優先する同じ場面について特別法と一般法それぞれ結論が異なる場合には特別法を先に適用するんだよ特別法がないときに初めて一般法を適用するということをですね知っておいていただきたいと思います。 さああそれではじゃあこの広報と司法実態法と手続き法一般法と特別法というですね、えー、3つの分類方法をご紹介しましたので、えー、それぞれですね司法書試験は11科目の科目がありますこの3つの区別のいずれかに必ず分類されていきますので第1回目の講義の時にこの法律は広報、えー、であって手続き法であって特別法ですよと、ね。か、え、ね、ー 今回勉強するこの科目は司法で、えー、実態法で一般法ですよとかねそういうふうにあの必ずご紹介していきますので、まあ、この区別というのは知っておいてくださいでは19ページいきましょう19ページ条文の読み方 条条文文、の読み方なんんでですけれれれども、えー条文えー、これから皆さん慣れ親しんでいく。ただねまあ,あの司法書士試験のこういう,こう予備校がなかった当時はね受験生は皆さん条文から独学で勉強して試験を受けていたようなんですが今やもはやこういうテキストの中に必要な条文は書かれてますから条文を えー、通読して勉強するというようなあの勉強方法は、えー、直前期にはありうるんですけれども、まあ、日々の勉強の中では通読とというこままでは私は私お勧めしてません、まあえー、今日学習した条文をそのつどつど見るというのはもちろん必要なんですけどその条文をね丸暗記するほど読み込むというような勉強は日々の勉強の中ではさほどいりませんのでそして条文番号を覚えるということもあまり意味がありません。結果的に条文番号を覚 覚えることはあっても条文番号を答えよという問題は出ませんのでねそこは安心してくださいさあそれではじゃあ条文はどういう構成になっているか見ていきましょうまず条文は上、項号という部分によって分かれているね。さああの刑法19条という条文が下に見本として出てきてますからちょっとこれをご紹介していきましょう 刑法,ねえー、刑法19条、ですね刑法条次に掲げる仏は、これ、物はと呼ばずに仏はと読むんですが、次に掲げる仏は没収することができる。でえー丸1で 関数字1、犯罪行為を蘇生した物、2、犯罪行為のように教師、または教師ようとした物、3、犯罪行為によって生じ、またはこれによって得た物、または犯罪行為の報酬として得た物、4、前後に掲げる物の対価として得た物、まあたりはちょっと内容、せっかくですからご紹介しますが、この、えー、今、読んだところ、丸一から四まで、この部分が1項なんです、19条1項と呼ばれる部分なんです。19条1項 でさらに1項の中にある漢数字の1、2、3、4これそれぞれ19条1項1号19条1項2号 19, 19条1項3号1項4号それぞれ読んでいきます項の中に号があるということですでちなみにその1号、2、え、号、ー、3号、4号のトップの文章次に掲げる物は募集することができるこの部分は号とは呼ばず柱書きって言ってきます。 19条1項柱書きタイトルじゃないけど、まあ、柱書き柱書きとしか言いようないんですが柱書きって呼んで柱書きの下に「号」が連なるとで、えー、続いてじゃあ、丸2以下、見ていきましょう募集は犯人以外のものに属しない物に限りこれをすることができるただし犯人以外のものに属する物であっても犯罪の後にそのものが常を知って取得したものであるときこれは募集することができるこの部分が2項なんです。2項で 今回二項には5はありません必ず項の中に5があるわけじゃないんですよ項の中に5が必ずあるわけではないそこも知っておいていただきたいですさあそれではじゃこのように上の中に項があり項の中に5があることがあるで、えー、そこで、えー、さらに紐解いていきますと あ説明せっかくだから説明しましょうか19条1項の1号ね、えー、そもそも「没収」っていうのはお上に没収されるってことこですよ犯罪を犯したときに、えー、ここに該当するものは裁判によって没収されちゃうだから国に取られちゃうよで19条1項1号を見ると犯罪行為を蘇生した物でこれどういう場合かというとあの偽造文書、えー、行使罪とかね 偽造文書を使っちゃった罪だったら偽造文書が1号に当たります。あこんなの刑法でありますからあのいいですよメモ,しなってメモしなっていいんですけど蘇生した物というのは偽造文書行使罪で使ってしまった罪を犯した場合の偽造文書が該当すするんですねで2号犯罪行為のように教師または教しようとした物でこれはあの文書偽造罪で使った偽造の印鑑などが該当します。 犯罪行為のようにした物、ね、偽造の印鑑、ね、であとそれから3号犯罪行為によって生じもしくはこれによって得た物または犯罪行為の報酬として得た物、ね、でこれ報酬として得た物が一番わかりやすいいいわゆる殺人の職託を受けてもらった報酬とかですよそういったものは殺人の有罪判決の時にそのもらった報酬は没収できるよって言ってるんです。 で4前後に掲げる物の対価として得た物、えー、前後だからその報酬で買った宝石とかね前郷ですよだから3号だけを指すんですよ「えー、報酬で買った宝石」とかっていうのを没収できると、ね、つまり犯人の手元に犯罪の、ねえー、材料だとか犯罪に使った物だとか犯罪で得た報酬またはそれによって買ったものを手元に残しておきたくない、ね、だからお上が取り上げんだよという話なんです。 で、二項を見ていくと、募集は犯人以外のものに属しない物に限り、これをすることができる。こういう表現ね、あの法律大好きなんです。属しない物に限り、これをすることができる。で、犯人以外のものに属しない。二重否定してるんですよ。で、ないないはプラスの意味なので、犯人のものに限り、あの、ええー、募集できるって言ってるんですよ。 だとそう書きゃいいじゃないかと思うんですけど犯人以外のものでこう以外で一回否定してで属しないでもう一回否定してるから結局犯人に属するもののみすることができるっていう意味なんです。たただしただしし はい、犯人以外のものに属する物であっても犯罪の後にそのものが情報を知って取得したものであるときはこれを募集することができる。だ犯人のものじゃなくとも犯罪の後にに、ね、それが犯罪に使われた物だ報酬だっていうことを知ってこれを取得したんだったら他人が持っていても募集できるよっていうねその内容また後で詳しくやりますがここでご紹介したいのは次のカッコ2なんです。 本文と正し書き今この2項って「正し」の前と後で原則と例外の関係に立ってるんです原則は犯人のものじゃないと没収できないよでもね犯人以外が持ってるものでも情報を知って得たものだったら没収、えー、できるよ原則と例外その原則の部分を「本文」「正し書き」「正し」以下の部分を「正し書き」と呼んでいきます。でこの、えー、刑法19条2項正し書きを読みなさい でポンと言われたら19条2項正し書きあこの正しよりも後だなとかね19条2項本文はって言われたらあだしの前までだな、ね、これしっかりと覚えておいてくださいさあそれではじゃあ続いてもう一つ、えー、前段と後段というです、ね、呼び方がありますで前段と後段はやはり、ね、一つの文章があ二つの部分からなるちょっとこれは憲法21条2項というのが載ってますから見ていきましょうか憲法21条2項検閲はこれをしてはならない通信の秘密はこれを犯してはならない このように二項は2つの文章からなるだけれども2つ目の文章の頭に「ただし」という言葉がつかないんですでこれを前段と後段と呼んでいく前半部分を前段後半部分を後段と呼んでいきますで前段と後段はこちらの原則と例外ではなく並列の文章原則と例外の関係である本文正し書きとは違うよということなんですね。 これから先例えば19条1項1号はとか19条2項本文はとか19条の1項柱書きはとかっていうようなことをよく言ってきますので皆さんもポンと、ね、言われた時に慣れて、まあ、これは慣れの問題ですけど慣れてって欲しいいっしと思いますそして1点だけあのレッグで勉強するレッグで勉強というかどの予備校でもどの法学者も同じなんですけれども、えー、条文ってですね6法とかを見ますと6法 一方を見ますとこの文章にあるように19条丸1っていうのを1項と表している部分がお、まあ、それは出版社によって若干違うんですけど19条丸1って書いたら1項のことなんですよ。ところがこれあの講義の中で書いていくときには例えば19条を1項を1号19条1項1号を表現するときには19ローマ数字の11って書きます。 だからそのローマ数字がこうなんですねローマ数字がこうで丸付き数字が5なんですよで、えー、これ六方のまあ、出版社にも言いますけど六方の記載では丸付き数字がこうで 漢数字が五、今このブレックスルーにあるように丸付き数字が五で漢数字が五であることが多いんですけど、その講義の中で横に書いていく横に書いていく時ときっていうか、その略して書いていくときにはこのようにローマ数字と丸付き数字でそれぞれ五と五を表していきます。例えばあと十九条の二項の十九条二項の本文だったら。 項の本文とかねいうふうに書いていきますので、まあ、あのちょっとローマ数字なのか丸付き数字なのか少し条文自体の表記方法と違うところは最初混乱するかもしれませんが、まあ、その都度申し上げていきますからだんだんと慣れていっていただきたいと思います。 では20ページのところ次に進んでいきましょう20ページ見ていただくと続いてあの語句の使い方、まあ、これはもう毎度、毎度聞いてきゃ慣れてきますからねあのそんなに肩肘張って今ここで覚えなきゃとかいうことではないんですけどいくつかご紹介していきますとまず、またはともしくは、ねえー、それぞれ私たちの一般用語ではいずれも「オアの意味で使っていきますでところが法律用語では「またはともしくはどっちか1個だけ」って言われたら通常は「または」を使用します。 ですが悩ましいのは一つの条文の中にまたはともしくはが両方出てくるときなんですよで。またはともしくはが両方出てきたときには明確なルールがあるんです。でそれが車で二つ目3つ以上のどれかという場合で段階があるとき小さく分けられるところにはもしくはを用い大きく分けられるところにはまたはを用いる、ね、<laughs> この文章で分かります大きく分けられるでこれあの人を殺した者は死刑無期もしくは5年以上の有期懲役に処するえという。 記載がここで出てきているんですが人を殺ししたたははは死刑、えー、または無期期もしくは5年以上の有期懲役でこれ結局死刑と懲役が大きく分けられるからその間はまたはで、えー、結んで無期懲役と5年以上の有期懲役は同じ懲役仲間だからもしくはでなあの、えー、と結ぶということなのでもっと簡単に言うとえっ、ー、となんだっけ、えー、あれだあの正月用品として。 栗きんとんまたはえびもしくはかにを飼わなきゃ栗、ね、ンンきんとん、ね、ンンとえびかには魚介類ですねえびかには同じ魚介類だからもしくはでつないで栗きんとんはさすがにあの違い種類ですからまたはで結ぶとかねあとはペットとして人気なのは熱帯魚または犬もしくは猫とかね。 熱帯はお水がなきゃ水槽がなきゃ買えないものだけど、えー、犬と猫はそうじゃないですよねっていう、そういうそのまたはとおで大きくう分けて、で、もしくはあの関連性があるもの同士の中で小さく分けるそういった使い方をしているんだということになっていきます。これまあ毎度聞いていけばなれますよ。じゃ次、およびにと並びにいきましょう。いずれもアンドの意味でどちらか一つを使うということだったら通常はおよびを使っていきます。ところがやっぱり一つの条文の中におよびと並びにが両方出てくるときがある。 でえー、そこの355条取締役は法令及び定款並びに株主総会決議を遵守しっていうこれで難しいから、えっと、え次の遠足の持ち物は筆記用具及びノート並びにお弁当とかいう、ね、筆記用具及びノート並びにお弁当。 そういったらやっぱり筆記用具とノートは同じ仲間でという形になりますがお弁当はやっぱちょっと違う段階になってくるわけなんですよ、えー、筆記用具およびノート並びにお弁当を忘れずにそういうような使い方をしていくんだということですこれも毎度お話ししていきますから徐々に慣れていきましょうさあ次場合と時と時間の字と書いて時でこれやはりあまずねとあの時って とひらがなの時と時間の字と書くとき、これはしっかり分けてください。あの時間の字と書くときは瞬間をあのー、意味します。だから生まれた時って言ったら、それはあの生まれた瞬間という意味だったら時間の字を使うね、えー、ということなんです。でまた死んだ時っていうのも死亡時っていう瞬間だったら時間の字の方を使います。これは必ず明確に分けてください。記述式問題なんか。でもこれ間違えると減点になっちゃいます。 でそれに対して「場合」と「ひらがなの時」というのはいずれも状況を表しますで例えばこちらの「場合」と「時」「状況、ね」じゃあ両方使うときどうなるのっていうふうに「A の場合」「B の時」は「C」となる、ね、という使い方なんです。どういうことかというと「彼女の機嫌が悪い場合、ね」 えー、例えばおいしいものを食べさせてあげた時は機嫌が良くなるがそうでない時は治らないと、ね、彼女の機嫌が悪い場合、えー、欲しいものを買ってあげた時は機嫌が良くなるがそうでない時は、ね、機嫌悪いままとか、ね。 「A の場合」ってまず最初に大きく、ね、大きな状況をつかんで「えー、何々の時は何とかとなる、ね」というふうな形で次に「時」ひらがなの時を使うとそういうふうな形で、えー、状況が二重にににになる場場合合は大きいいい方に場合小さい時に時を用いますでこのひらがなの時と時間の字は明確に分けてくださいひらがなの時は状況時間の字と書く時は瞬間瞬時を表します。 さあでは21ページ続いて以前、以後、以内、前、あと、うちでこちらの以前の「い」っていうのはその10以前10日以前だったら10日を含む10日以後だったら10日を含む10以内は10を含む10より前だと9まで10よりあとだと11からという皆さんのイメージするとこのそのまんまです、これは。 ええ、括弧五も同じ、十以上だったら十を含み、十以下だったら十を含む、十を超える、十未満、それぞれの十は含まれません。算数の問題ですね。はい、括弧六、推定とみなすはちょっと後でやりましょう。推定とミナスは後でやります。で、括弧八に飛んでいただいて、括弧八、善意悪意。これ道徳的で、ま、え、あ、ー、いい悪いという意味で我々は使いますけれども、えー、法律用語では全く違う。 ある事実を知らないことを善意ある事実を知ってることを悪意と呼んでいきますああるるる事事実実をををを知知らないいここととと善意意ってることを悪意というふうに呼んでいくことになるんですね。ですから私はあの時信号が赤だったのことには善意である私は彼が死んだことについて悪意であったとか,なんかそういうふうに知っていれば悪意知らなければ善意道徳的にいい悪いの意味は全くないということです。 さあそれではじゃあ、こういったのちょっと6と7だけ飛ばしましたので後でやりますから保留にしておいてください。で次、22ページに飛びまして、えー、条文の性格と条文の解釈方法というふうな形で3番、4番と来ているんですが条文の性格につきましてはそのまま置いておいていただいて4番に行きましょう条文の解釈方法これは我々司法書士をはじめとする法律家は、えー、条文を解釈して飯食ってんだ。 法律の解釈で飯食ってるとかってよく言うんですよ。で、ちょっといい言い方はあれですけど、あの乱暴ですけど、で、じゃあ法律の解釈って一体何なの？正面から言われると、うん、法律の解釈って何なんだろう？えー、それがちょっとよくわからないという方もいらっしゃるでしょう。そこをちょっとご紹介しようと思ってこのお話をさせていただきます。さあ、それではじゃあちょっとこの条文の解釈についてはノートの3ページを見てみてください。ノートの3ページね。ノートの3ページ。講義ノートの3ページです。 講義ノートの3ページのところを見ていただくと法律の解釈条文の解釈とは何ですかということが、ね、書かれているわけですノノーーートトトの方のの方方ページテキストノートノートの方です。 さあまず、えー、実は法律の解釈というのはちょっと皆さん方に裁判官になったつもりで聞いてほしいんですけれども、えー、裁判官はまさに法律の解釈をやって、ねまあ、日々、裁判でもって解釈をしているわけですから、まあ、その裁判官になったつもりで聞いてほしいんですがそう皆さんが裁判官を務める法廷に、えー、あるトラブルを抱えた原告とその相手方とされる被告がですねそれぞれやってきて、えー、わーっと言うわうけなんですよ自分の言い分を原告はこれ、これこ、れこ,れこうだ被告はそのと正反対のことをですね 主張するでそういったその当事者の主張というのをまず皆さんはしっかりと耳を傾けなければいけませんで耳を傾けてで、えー、今トラブっているこの原告と被告一体問題点はどこにあるんだろう、えー、紛争の問題点というのはどこにあるんだろうというのはまず突き詰めてあげなきゃいけないでその問題点をあぶり出しそして突き止めるそれがまず皆さんがやるべきことなんです。 そこが突き止められましたら続いてやるべきことはえ今、目の前の,このトラブルは民法のトラブルなのか。 それとも商法で解決するべきトラブルなのか、それとも刑法、まあ民法と刑法が混在することはないんですが、まあ民法なのか商法なのか、ね。え、どの法律のトラブルなのかっていう、その法律を探し出してこなきゃいけない。具体的な条文まで探し出してくることが必要になります。あ、これは民法百条のトラブルだとかね。あ、これは商法の、え、五百何十五条のトラブルだとかっていうことを、まずは。 探し出しそし出そそてててののの条文をまず目の前の紛争にに形式的に当てはめてみるんですつまり条文に、えー、形式的に落とし込んで、えー、どういう結論になるかをまず、えー、見てみるとで場合によってはですね目の前のトラブルのどんぴしゃの条文がそもそもないということもありますでもないならないということを見極めるということなんですでそうしましたら、えー、それでまずその感触というものをつかむんですね。 えつまりあ、形式的に条文を適用したらあ、民法100条に従うと、これは原告の言い分が通るなとかねあ、これは民法105条のトラブルだからあ、これに当てはめてみると、あこれ被告の言い分が通るなとかね、そういったようなことをまず形式的な答えをあ導き出す、それでいいんじゃない、それでって思えたのであれば、そのまま判決を言い渡せばいいんです、そのまま、いや、民法100条によると原告の言い分のと、ねえー、通りである、ね。 とか今回は原告の請求を棄却する原告の請求棄却というのは原告の負けであるなぜならば民法105条では原告の言い分は通らないからだとかなんとか言い渡せばいいとでも実は多くの場面においてですねそれでは不適切であるという価値判断をすることが出てきます。つまり民法100条では原告の言い分通りとなっているんだけどどうも腑に落ちない。 被告の方を勝たせるべきなんじゃないか原告よりも被告を勝たせるべきなんじゃないかというような価値判断がされた時実はその価値判断こそが言い渡すべき答えなんですよ。つまりですねこの価値判断をしたということはもうその通りの結論を言い渡すべきとつまり被告を勝たせるべきだって価値判断したんだったら被告の価値ですという判決を下すべきなんです。 でもそうすると当然、ね、言い分が取らなかった相手方は文句言いますよ、ね、なんでなんですかなんで私が負けんですかね。理由を答えてください裁判官に詰め寄ってくるというか、まあ、そもそも裁判官は裁判をする際に必ず理由を言わなきゃいけないことになっているんですですから、えー、その理由の中でいやねあの確かに民法100条では原告の言い分が通るとなっているだけれども今回は100条ではなく、ね、102条を使って、えー、あの実は判断をし,たしてみたんだ102条にはこれこれこれ こうって書いてあるでしょだけども実はここをちょっと変えるとほらね今回の場面と同じ場面になったでしょそしたら被告の価値と出てくるじゃないですかとね。だから100条じゃなくて102条を使って被告の価値とするんですよとかねとかかですから全然関係ないね。例えば200条の条文を持ってきて例えばですよ200条の条文を持ってきてこれは確かに全く関係ない場面のように見えるけどほらこの点において今回の事例と共通点があるでしょ共通点があるから200条を使って答え を出すとほら被告の価値と導き出せるでしょというような具合にですね他の法律を持ってきてそれをあっちを取っ換えっこっちを変ええー、あのいわゆる微調整していくんですよ微調整して最初に導いた価値判断通りの結論に持っていくように再構成していくと、えー、それが実は法法律の解釈と呼ばれる方法なんですだからまずですねあの法律の解釈っていうのは価値判断ありきだのね。 価値判断を下した瞬間に答えは出ている。あとはそれをどう他の法律を使って説得的に、えー、法律を再構成して説明するかどうかその再構成して説明する作業こそが法律の解釈なんだと。 この流れというのをね分かっておかないとなんでこれドンピシャの条文があるのにわざわざこの違う条文を持ってきて判断してんだろうとかなんでお門違いの全然関係ない条文を持ってきてあっ,ちこっちあっちゃこっちゃい,いじってですよなんか無理やりこの削りを持ってきてるような,な,な何やってんだろうとかねそういうふうな疑問を持ってしまうことになりますからこういう発想というのは非常に重要ですので皆さんもねここをちょっとぜひ理解してみてください。でこの法律の解釈を皆さんもできるようにならなきゃいけない。 じゃあこれできるようになるために何が必要ですか、どんな能力必要ですかというのを今からちょっとご紹介していきます。まず一つ目、まずね条文を形式的に適用できないとダメです、ね。つまり目の前のトラブルに関して、あこれ100条の場面だとか、商法525条の場面だとか、形式的に適用するべき条文を見つけられる能力が必要なんです、ね。でそれ一朝一夕につきません。一朝一夕につかない、ね。それを身につけるようにするためには、結局反対のことルです。 1> 1条ずつえー、まあまあ実際には1条から勉強するわけじゃないんですけど1条ずつこの条文はこんな場面のことを規定してる、ね、で次の条文はこんな A さんと B さんがトラブってる場面のことを規定してる、ね、で次の条文はあ一転して、えー、こういう場面のことを規定してる、ね、その条文がそれぞれ想定する場面を丁寧に丁寧に勉強していくと今度は具体的なトラブルを見た時に反対に適用する条文が見つけられるようになります。 ですから日々ねあの条文がカバーしている場面というのをしっかりと学んでいくようにしましょうですからあのよくね法律の番組とかで、えー、こういうトラブルがあったんですけどどうすればいいですかみたいなでコメンテーターの弁護士さんみたいな人がこういう時はこういうふうになるんですよとかっていうそういう番組とかやってますよね。でもあのあいった類のトラブルの場面を見た時にあこれ私この間勉強したあの民法何条の場面だとかね言えるようになってきたらこう締めたものだということです。 さあそして二つ目です価値判断ができるにならなきゃいけないんですで、価値判断、えー、というのは別にあの何をどうこう訓練するものじゃありません 皆さん普通に生きてきていただいた方でいただいたとか生きてこられれば誰でもできます、ね、できますし、えー、あのそれは当然に身についているものだと私は考えてます。でだからこそ年が,年がいかれて法律家になられた方の方が、まあ、いい先生になるんですよ本当に依頼人に寄り添ってそれこそ20代で若くして先生になってね社会人経験という面では未熟である司法書士よりももういろいろな経験を積まれて酸、ね、いも甘いも、えー、ある意味いろんな 茨の道を通って来られてえ50代60代で受けられた先生たちの方がねあのその後の司法書士人生は決して長くないかもしれませんけれどもなんて言っちゃ失礼だね今私の知り合いの私養少子103歳の先生いらっしゃいますからあのそういう意味では人生100年なんでまあそこからでも十分活躍できますけどでもねあのすごくいいやっぱり私養少子になられている方が多いですでもそれはやっぱそのはずでまあ相続だとか離婚だとかそれから親権のトラブルだとかお金返ってこない資金返ってこないそういったやっぱり人生 中で普通だったらいくななような、ね、トラブルに巻き込まれた依頼人に寄り添わなきゃいけないんですからその依頼人に寄り添う司法書士自身がねいろんな経験を積んでいた方がアドバイス一つ一つつがが重みが違う、ね、ですからやっぱり私もあのようやくですよ最近相続の場に相続の場面でやっぱりこう舐められなくなってきたのというかそのやっぱり若くして私二十歳で受かって大学4年生から司法書士事務所に就職して司法書士登録してたんですけども。 司法書士大学4年生で週1日だけ司法あの大学行って残り4日は司法書士事務所で働いてたんですがやっぱり一人でやっぱ売買の決済の場に行ったりだとか相続であの遺産分割の協議のところにね立ち会ったりだとかするとやっぱ当時やっぱ私も若かったですから「大丈夫?」とか「大丈夫?ねあの」せて「先生意だよね」とか言われてやっぱり仲介業者のおじさんたちの間に混じってね二十歳そこそこの,、ねあのえー、女のことは言いませんけどその司法書士がやはり大丈夫なのかな っていう目でやっぱ見られましたでそのそういった時にねいちいち私も反発して「大丈夫です」とか <laughs> あの強がってましたけどさすがに今そんなことも言われませんし逆にあのね、えー、いろんな経験を司法書士として積んできましたのでまあ,あの年っていいなと年を取るって悪くないなと思ってはいるんですがだからそういった意味で価値判断という意味では、まあ、本当にいろんな経験を、ね、積んでこられた人ほどいい判断ができるんじゃないかなと思ってますすすここ心配する必要はないいつ目でで解釈の手法を知ってほしいんです。 解釈ってね好き勝手やってもダメなんですよちゃんとルールがあるで今日ちょっと残りの時間でその解釈のルールについてご紹介をしていきたいと思います次のノートの4ページをご覧になってみてくださいノートの4ページ解釈にはいろいろな手法ルールというのがあるんですねでそれを今回5つほどご紹介していきますはいまずですね店員のみなりについて以下のような規則があるレストランがあったとしましょうでまあ,あ 規則をまあ条文に見立てておりますで以下のような争いトラブルが発生してしまったで皆さんが責任者だったと思ってくださいで責任者がそれぞれ一から五までのような価値判断を下したじゃあ、責任者はこの自ら下した結論を、えー、トラブっている従業員に説明しなきゃいけないんですで、えー説,説,明えー、説明して説得していかなきゃいけない でこの時にじゃあ2つの規則をどのように解釈して自らが下した価値判断を説得的に説明するのかという。 見ていきましょう。まずケース丸1ね。ケース丸1。女性店員がネックレスを身につけていいかどうか争いが生じたね。要するにアルバイトアルバイトとか、あのレストランの店員がネックレスを身につけて、あの給仕していいかというね。争いが生じたような場合で、女性店員がネックレスを身につけることは構わないというのが、皆さん方が下した価値判断だと思ってください。で、この価値判断自体は妥当だとします。でえ、この価値判断をじゃあトラブっている店員に説明しなきゃいけないんです。 私がそう考えたからだって言ってねそんな上から目線で押し付けるわけにいきませんから既存のルールを再構成して解釈して説得していかなきゃいけないじゃあその時にどっちのルールを解釈するか、えー、これは一番ね、これに白羽の矢立ったんです男性店員はネックレスを身につけてはならないこういうルールがもともとあったんですねで今回トラブったのは女性店員でしょなのでこう言って説明したんです、えー、規則一があるでしょ 規則1は男性定員だけを対象としているから世の中には男性と女性両性がいるままあ、まあ、まあ、第三の性があるという説にもいろいろありますけどそれはちょっと置いといて、えー、じょ女性と男性が一応対の概念なわけですで、規則は男性だけを対象として男性はダメだじゃあ反対の女性は反対の解釈を反対の結論を取っていくべきだよねだったら女性だったらネックレスを身につけても構わないはずでしょこうやって説得していく こういった説得、こういった解釈の手法のことを反対解釈というふうに呼んでいきます。要するに規則で規定するものと反対概念があるならば、その規則と反対の結論を取るという解釈なんです。はい、次行きましょう。ケースに男性店員が指輪を身につけていいかどうか争いが生じた場合ね、トラブっちゃったわけです。で、皆さん方が下した価値判断、いや指輪もまずいでしょねという価値判断を下した。じゃあそれをどう説得していくか。 やはりルールその1に目をつけました男性店員はネックレスを身につけてはならないでどうやって説得したかネックレスと指輪は同じじゃないよね同じではないけれどもアクセサリーであるという点においては同じであるのでやはり同じ結論を取るべきだよねつまり違うものとの間に共通点を見つけて共通点があるがゆえに同じ結論を取るこういう解釈の手法を類推解釈というふうに呼んでいくことになります 違うものの間に共通点を見つけて、共通点があるが、ゆえに同じ結論を取るという解釈ですよ。で次行きます。とケース03ね。アルバイトの茶髪を許すかどうかで争いが生じたね。アルバイト定員が茶髪で休仕してる。 でえー、正社員はダメだ、ね、でアルバイトは、ねえー、そんな黒く染める気ないとかって言ってるような場合でしょうねで皆さんが下した価値判断、まあ、アルバイトだったら人手不足だから茶髪でもしょうがない、ね、そういう価値判断をしたとしましょうじゃあトラブっちゃってる他の店員どうやって説得するか今度はルール2に着目したたたんですす店員はは毛を染めなならないいこここううううルールーがあっっっとるや言たんです。 貴族にある定員とは正社員のことのみを指しアルバイトは含まれないよというふうに解釈をしていったでこのように本来あれですよ定員っていったらそこで働く人全員って意味ですから言葉の本来の意味だと定員にはアルバイトも、ね、正社員もあったもんじゃないと思うんですけど言葉の本来の使われ方を、えー、普通のそれよりも狭く解釈していく、ね、狭く使っていく。 これを縮小解釈言葉の本来の使われ方よりも狭く使っていくというイメージで間違いありません縮小解釈というふうに呼んでいくことになります。じじゃあ次ケース眉毛を染めていいかかどうか争いが生じたで皆さんが下した価値判断眉毛を染めてはならないという価値判断をしたとしましょう。でやはりケース4もルール2に着目しました。定員はは毛を染めてなならない で普通皆さん、毛って言ったら何ののっって考えます毛って言ったら普通は頭髪のこと考えますよね。ここでいうくだりだと文脈だと毛って言ったら頭髪だろう、ね、というふうに普通は考えるでそれが普通の考え方なんですけれどもいや、えー、毛には眉毛も含まれるけ、えー、つながりでねけ、えーまあ、つながりって言っちゃうとちょっとあの類推解釈に近くなっちゃうんですが、えー、毛の本来の言葉の使われ方よりも、えー、意味を拡張して解釈するこれを拡張解釈 はい、ここで毎年質問が来ます。先生、結ツながりって言ったらそれって違うものとの間に共通点を見つける類推解釈じゃないですか？ってね。で、確かにですね。これ、あの拡張解釈と類推解釈。かなり、あの線引きはグレーですね。同じことを言っておきながら、裁判官によってもこれは類推解釈ですね。拡張解釈ですね、えー、違う解釈のあのー。 解釈だととされることも少なくありませんでちなみに司法書試験においてはですねこれって何解釈ですかみたいな問題出ませんこれっってて何解釈ですかって問題は出ないのでこういうグレーな点については、えー、まあ踏み込まないい方がいいただ今、皆さんに伝えたいのはいわゆる言葉の本来の使われ方よりも、えー、広く意味を拡張して解釈していくそういった解釈の手法を拡張解釈というふうに呼んでいくんだよ。えー まあその程度で結構です。で次回のところでね実際にこの拡張解釈によってあの有罪判決が下った渋谷のスクランブル交差点のあの電光掲示板に歪説映画を流しちゃったっていうねその実際の事件についてちょっとご紹介しますのでまあそこでまたお話を続けていこうと思います。で最後丸五女性定員が爪にマニキュアをつけていいかどうか争いが生じた場合で皆さんが下した価値判断マニキュアをつけちゃダメでしょうと。 でえここでじゃあどうやって説明するか説得するかこうしたわけです規則1にともに規則では、えー、飲食店である以上店員に清潔感のある外見を要求しているんだなそうであるならば休日中の店員の罪にマニキュアがされていることも清潔感の観点から望ましくないのでつけてはならないのだと解釈をする。でこういういのね規則ができた目的 これをさっきちょろっと言ったんですが、立法目的とか立法趣旨とか立法理由とかって言うんですね。で、こういった立法目的や立法趣旨から解釈して、今回マニキュアも結局清潔感という意味からは良くないだろうね、というふうに解釈をしていく、でそういうふうに説明していくってことね。それを目的論的解釈というふうに呼んでいくことになります。目的論的解釈がまああのそんなに使われる解釈の手法ではないのですけれども、えー、まあこういった解釈 があるということをね知っておいてほしいと思います。で、今ご紹介した解釈の手法、テキストで言うと二十二ページから二十三ページのところにですね、えー、ございます。で、今日の復習の際に二十二ページの括弧コに解釈の種類から二十三ページの、うん、ラストまでご覧になってきていただいて、で、まあ何かチェックしたり何かですねサブノートに書き写したりとかそういうことしなくていいんですよ。とにかくざっと目を通してきていただければいい。で、次回のところで実際 次の刑法の条文を使いまして刑法で、えー、拡張解釈によって有罪,有罪判決が出た事例とかね、えー、いくつかご紹介をしていこうと思います3ページのノートにあった2つの条文は次回とさせていただきますので、えー、その次回ので、まあ、またお話を続き 続けていいいきたいと思いますで次回なんですけれども、次回持ってきていただきたいものは、この講義ノート、講義ノートと、それからブレイクスルーテキスト、そしてご用意できれば、あ条文、6本ですね、6本を、えー、持参していただきたいと思います、そしてあの今日のおじ事前版書、事前版書については、次回以降、持ってくる必要はありませんので、えー、講義ノート、ブレイクスルーテキスト、そして6本こちらをお忘れなく、持参してください。えー、それでではあのお第1回目今日はもう実質上後半部分ししか講義してません ので、まあ復習するんであれば後半部分をね、ざっと振り返っていただくぐらいで結構です。それよりも前半でお話ししたおすすめ図書などをお読みいただく方に時間を割いてみてください。それではあの第一回目、これから皆さんとね一緒に130回、まあ一回やりましたから、あと13029回ですけど、一緒に頑張って最後まで皆さん方を合格にね、もえー、あの導いていきますので、えー、とにかく脱線せずにですね最後まで頑張って乗り切って,いっていただきたいと思います。それではあの第一回目の講義以上で終了したいと思います。皆さんどうもお疲れ様です。 でした